はあ、いきなりフーですよ。ほんま、ほんまいきなりフーから始まるか。さて皆様、4月25日、そうよ、今日は給料日、そうなる、私もいかがお過ごしでしょうか。どうもかさて、そんなこんなで本日もまったりいきましょう。カキューのグダグダラジオ、本日のカキューのグダグダラジオ第5回。いやー、こんなところまで来ましたね。第5回っすよ、もう。はい、第5回はこちらのタイトル、ダローマークオブウルブの一撃ステージ特典となっております。いやー、どうなんでしょうね、これちゃんと配信されてます。割とカクカクっぽい気しかしないんですけど、僕の画面だけですかね。僕の画面だけであることを祈りまして、この辺を相手にする気はない。 X ネットは割とはかどってる、 X ネットははかどってるけど、ニュースの方はあんまりはかどってない。大丈夫ですか、画面カクカクしてません？してる？大丈夫なのかな、本当は。いやー、はい、というわけで皆様こんばんは。番組開始が先ほど遅れました。すいません、録画の設定がちょっとうまくいってなくて、多少番組開始が遅れました。申し訳ないです。いやー、というわけでグダグダラジオも今回ちょっと地味にウェブカメラをつけて、みんな来てるってな感じになりました。ただね、問題は僕の PC から非常に画面がカクついてて、これ大丈夫なんかなってなってるんですけど、皆様のお手元のパソコンではちゃんと画像の方は出ているでございましょうか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。本当にね、そこは心配です。ファイト。さて、そんなことで今日はまあまあ第1回から引き続きまして、第5回ハローマンボブルーの対戦会というのをさせていただきました。まあ、というのもですね、ゴールデンウィークの突破となります。4月25日、まあ、八丁で大規模大会日月ステージ第3弾を開催いたします。日本ステージとは何ぞや、SNK フレーバーのなんだろう、オールドゲーム KOF98 ジャッキングファイターズ内定ガロー・マートブル、そしてゲッカの剣士ライガー、スキッチ、ジニューカハラ、こちらの3タイトルの大会となっております。まあ、この大会に向けて数々のプレイヤーが今非常に切磋琢磨しているところなんですよ。それをちゃんと配信していこうっていう感じになっております。また日月精神もそれ自体も配信する予定となっておりますので、それに向けてまずガローマーコブルームズの何て言うんですか、うんちくというかなんかをつけていけたらなという感じになっております。というわけなんで、あれですね、まずはね、なんかいろいろコメントをいただけるとはかどるんですが、やっぱりね、開始30分はあんまり視聴者数も増えないので、しばらくはなんだろう、本当に下級の雑談コーナーみたいな感じで進めていきたいかなと思います。ちょっと音量変更してみました。ゲーム音を多少絞りながらマイク音を大きくする感じになったんですが、どんな感じでしょうか。マークオブゼオルン、いますいますいますよ。ゲーシーさんもいるし、はい、ちゃんと対戦もはかどってますよ。いやー、よく言えばなんだろう、なんや、アメなんとかさんというテリー使いがいないのがちょっと残念かなという
リロードしてな始まってた。はい、すいません、すいません。ちょっと録画の設定で手間取りまして、開始の方が少し遅れました。はい、バイトバイトの後ろ歩き可愛い、ありがとうございます。しばらくマジ雑談ですね。マジ雑談。まあ、こんなこんなで、当店アーチョーは週末の日月精神に向けて日々準備をしているわけです。28日29日は日月精神の準備並びに当日のためたくさんのゲームが、稼働を停止した日、3階での稼働となります。まあ、ガンダム EXVS フルブーストやネシカクロスライブ、まあ、ペルソナのマグネームルーナル、スコフォーはこの2日は3階での稼働となります。まあさすがにっていうかほんまに2階フロアを全部使っての大会となりますので、いや近隣の方にはぜひぜひ遊びに来ていただきたいですね。ほんまにね、アチョのフロアのほぼ全域を使っての大会、久々ですね。そういうのも7周年記念やったんで、格闘維新新概念、それ以来そういうフロア全部潰して大会だぜっていう形になりますので、非常にあれですね、楽しみですけど、方も、まあ、まあ来ていただけてる皆様によりましてはより分けて貸していただけますといいかなと思います。ほんまに規模がパレードで、マジパレードで、まあまあ当日は配信もする予定となってますが、いやーさすがにアチョでこんな広かったんやっていうのはぜひぜひ体験しに来ていただきたいですね。てな感じです。マジ雑談していいんかなこれ。ついさっきバンコブルームでエントリー150達成したみたいですね。はい、みたいですね。150っすよ、150。バーコブルームズ、何年前やこのゲーム。これが確か高3ぐらいの時のゲームやから十何年前っつう話ですね。いやー、そんなゲームで150人エントリーが来る、本当にたくさんのエントリーありがとうございます。おっとビッグホール、おっとビッグホール、いやー、グリフォンさんが画面端ではめられたり、ともいきやビッグホールしたりと、なかなかのっけから画面の方は大変になってました。150人ですよね、ほんと150人来る大会ってだけで割とアチョーでも結構でかい目の大会になるんですが、それが3タイトルですからね。まあ延べで400人ぐらい、シングル戦10年以上前のタイトルって話ですよ。これはぜひほんまに来てもらいたいですね。という格言好きな皆様にこういうゲームもあるんやっていうのをぜひぜひしていただきたいです。まあ当日は僕は何だろう、大会の運営あたりに回って一生走り回ってると思うんですが、まあ多分大会終わって時間が空いたらその時間にペルソナやったりプレイブルーやったりと、そんな感じの立場になるんでしょうか。そうですね、最近画期的にはペルソナイポユーというゲームを割りかしやってるんですが、まあまあなかなかね使ってるキャラがあれなだけにあれであれであれなんですが、割とねそのカンチというキャラが面白かったりして、なんだろう、予想以上にハマってる感じですね。対戦してね、まあまあしばらくは7時半ぐらいまではほんまに画面とか見ながらマジ下級雑談ドーンって感じでやっていきたいと思います。さて本日からグダグダラジオ第5回からなぜかウェブカメラを導入しました。
まあまあアプリコット阿長店内に来たからが分かると思うんですが、カメラはあれあのアプリコットの鉄拳モニターの上にペッて置いといて、で持ってスタジオかっこ笑いの風景を押すようになってます。資材紹介こんなんあります。これ見えるかな、オンエア看板、こんな看板があったりもします。無駄に力が入っているこの下級のグダグダラジオ、ここにね力入っているって話ですよね。まあそんなこんなで今日からカメラがあるのでこの辺に入ると映れるよ。やったね。あ、逃げた。僕らのミッキーさんが逃げちゃった。まあまあそんなこんなで、そういう阿長の片隅で喋り続ける誰かの画像も見ながらお楽しみいただけるといいなーって感じで、まだ後ほど、主に芸人さんあたりこちらのスタジオの方にお越しいただいて日月ステージ前夜祭宣伝などしていただこうかなと思います。いやまあ当日で延べ400人、まあ前夜祭だけでもどれだけ来るかなという、まあね、楽しみというかなんというか戦々恐々というか鳥肌というかむしゃぶるい しますね。これはいや楽しみです。なんだかんだ言ってね、まあまあ僕下級自身もオールドゲーマーだけあってガローも月下も98も現役当時、まあ、特にガローと月下は大会やってるだけあってかなりやってたことがあったので非常に楽しみですね。どうして来るのかな。お、グリフォンマスクが頑張ってる。最弱グリフォンマスク、あーでも最弱から2番目のロックには勝ってしまったか。またね後ほどガローマーコブルームズのゲームの見どころなど、おいおいランダムで3連続でグリフォンマスクを引いていくスタイルこれはひどい。いやね、グリフォンマスクというこのデカブツ投げキャラなんですが、まあ、大概の格ゲーでそういうデカブツ系投げキャラってまあまあまあキャラランク的には弱いじゃないですか。それの例に漏れずグリフォンマスクも最弱なんですけど、それをランダムで3連続引いていくこの運の良さたまりませんね。さすがやね、罪だやこれ。あ、厳しい、あれ永久理論上死ぬまで入るっていう感じです。カスタン連れてきてください。構えて投げてまあまあまあ読み合い仕掛けていくけどグリッと。さて第2ラウンド、なんかもう雑談どころか実況モードに入ってるわけだが、あ、やめろやめろ、危ない危ない、画面端はやめろ、画面端はやめろ、ジャストできへん。あ、うまい、うまい、フェイント通常投げでも空投げ、日本マスクにも空投げがあったら強かった。あ、やめろやめろやめろ、はい、パリアからジャンプし、うまい、うますぎるぞ日本マスクの前フェイント上半身無敵があるんであんな感じで打点の高い攻撃をくぐれたりタイプになったりするんですが相当うまい。でも無理だがダメ、ダメなもんはダメ、ダメなやつは何やってもダメ。いやー切ない、噛み合わない。結構ね近距離リーガーリボンマスクさん発生頼れるんで、リー投げこれですね、これがなかなか強い。暴れ D 投げみたいな感じですね。はい、暴れ D 投げ、これこれこれからの穴を押し付けたい、なんかもうジェニーに抱きつきたいだけみたいになってますけど大丈夫かこれ
さて第4ラウンド、もうビッグフォール1体だけ投げてキンティーからつながる。さすがグリフォンマスク、近距離 D だけ強い。いや言い過ぎか、まだ D 投げ釣れません。まあ、トラウィ入れる。どうする、どうすんのこれ。これもう鳥籠やねんけど、はい、ブリ無理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 、回してまだ、おお耐える、ジャンプ D で耐える、撃退。さて第5ラウンド、ちなみに力関係申し上げますと、ジェニー最強キャラでグリフォンマスク最弱です。そんな対決ランダムでどうしてこれがある、できる、追い打ち入れて、おっとおっと、これは安い超安い、いやでもこれはあるよ、まだまだあるよ。お、D投げ、どうしてワンチャンス、あ、やりたかった投げでも D 投げ、ドロップキック、はい、これ確定、メニメニから下段ガード確定がない。どうするどうする、無理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 、耐えて耐えて耐え、耐えられない、あー、やりよった、肘打ちしちゃうか、耐えましたね、すげえ。ランダムでね、これね、3回連続でね、グリフォンマスク引いてるんですよ。ひどい、本気でひどい。さて、そんなこんなで4月25日下級のグダグダラジオ第5回ガローマーコブルム一撃ステージ直前後となっております。まあ今日もグッダグッダと喋りながらいろいろと皆様に配信していきたいなという感じになっております。今日のスケジュールってことでもないですけど、7時半頃からガローマーコールブスのゲームの解説などなどしていけるかなという感じになっております。まあ大体それまではまったり下級雑談、下級的なんかの雑談、またグリフォンマスクっていうかランダムじゃない、実はランダムじゃなくて生グリフォンマスクだった、なんだと。いやでもランダムでしたよね、4回連続でグリフォンマスクを引いていくおかしいおかしい、そんなにグリフォンが好きか。まあまあ俺は大好きです。次回、おっとポセイドンウェーブからまた D 投げ、また D 投げ、グリフォンマスクすぐ D 越しちゃう、すぐ D 越するからこいつら。おっ、マリボン投げて、耐えて耐えて、ジャスティスハリケーン、ジャブシータイムアップを見ながらコパン、やべえ、っていうか雑談のネタに困ったら実況をすればいいというね、なんとも簡単な俺のこの時間の潰し方というか、なんというか、これはひどい。さて試合の方はまだ最強キャラ対最弱キャラみたいになってますけど、まだペイントからの D 投げ、はい、ゼロキバいいよ、相打ちゼロ振ってたけど無敵はない、どうもゼロキバです。あー、やりたかった、仙台ビッグボールグリフォン、やりよったやりよった、綺麗なだけであんまり派手でもないこの2回転投げもうちょっと派手でよかった、いまいちねかっこよくないですよね、このビッグフォール、この技。ジャンプシーン、ジャンプシーン、ゼロキバー半確定かな、からおっとポセイドンウェーブ、いちいち技名がかっこいい、グリフォンマスク、ジャスティスハリケーン、ポセイドンウェーブ、うん、あと何やったっけ、ダイダロスウェーブ、イカロスクラッシュとね、いちいち技名はかっこいい、ほら ルーレットですよね、ほらほら4回連続
グリフォンマスクを引いていく。目押しで、目押しできてんのか。いや、そんなまさか。現役画廊勢はルーレットも目押しする。いや、バカな、バカな、そんなわけねえだろ。なんで対戦が始まりませんので、ガチ雑談します。ハッキューのガチ雑談、何の話題があんねん。いや、最近の下級に口開かせたらね、魔法よしか言わないとは有名な話なんですけど、いやー、サントラはよ出へんかな。幻覚五重奏ファインとかいうアレンジが欲しい。やっとグリフォンマスク以外のキャラ出てきた。あー、よかったよかった。ジェイフ VS マルコ、おっ、飛び通る、痛えけどめっちゃ減った。ジャンプ D、遠距離 D、歩行ブレーキングからの、あれあれ、波動拳、王拳か、王拳、カウンターでこんなに減る。単発が重い。5番からの TOP 確認しながら、極限コフォ。意外と技名覚えてるもんですね。シャッカッシュだが5番。このゲームね、ガードキャンセル潰しに連続、じゃあ、連打キャンセルできる5番連打って結構ね強いんですよ。ガードキャン必殺技もヒットストップが終わってから行動しだすんで、そこで連打キャンセルが小技でガーキャンの必殺技を潰すっていうのがね、割と対戦セオリーになったりします。さて第2ラウンド、アイシシだ、あれ殺しきらない。さてノーマル方逆で殺しきらず投げ通すから、どうすね、これ投げ抜ける。うおー、ガーキャン仕込み貢献。あ、ここで連打キャンセルでコパンコパンでやっときゃ潰れるところでしたが、まあ、なかなか難しい。飛びが通って、あ、ああロックしない方やっちゃった。おっと、早くですね。そうなんですよ。おう、俯瞰視点でお兄ちゃんがなんか変な感じ、見てるとかやっちゃいますけどねやっちゃいますけど、まあまあそんな感じで、なんやろ、配信風景が見られるというのは割と変に画期的じゃないでしょうかスタジオ専用みたいなね。さて、いつの間にかジェイ君が1ラウンド取り返して、亀梨ラインを返す、鮭攻撃スカリに出着地キャンセル、比叡山ブレーキング王キャンジャストに耐える。ジャンプ A からまあまあ刻みで OK。 さてここ、とりあえず王拳投げて、やりすぎた、やりすぎた、さすがにジャンプ A に流星だ。第5ラウンド、投げ抜けるできる、当て身がある。このキャラね、当て身持ちなんですよ、マルコ。ああいう移動しながらしかもね当て身取るという、なんだろう、当て身取らなかったら投げでごまかす的な、はい、なかなか良かったです。機体トラブルで慌ててるお兄ちゃんが可愛かった。ほんまにね、マジでね焦ってました。おいおい、ログインできひん、ログインできひん、インできないよ、できないよってなってましたね。で、電話かけた後、まさかと思って入れたパスワードが正解だったという。いやー、耐えましたね。ほんま上司の皆さん、ご迷惑をおかけしました。本当にすいません。出たー、いとこ対決、兄弟対決じゃないんですよね、ロック対ロックが、ロックハワード、イースの息子です。で、カインがイースのいとこに当たるんだ。
え、義母兄弟やったっけ、どっちやったっけ、忘れました、すいません、誰か設定に詳しい方お願いいたします。わーい、久しぶりのグダグダラジオだ。いや、ちょっと1週間ぶりですけどね、ほんと5分半やな。さて、その前にあれですね、下級のグダグダラジオでは配信タイトルを常に募集させていただいております。アチョウでこんな体験会やりたいなというそういうリクエストございましたら、こちらの下級のグダグダラジオのハッシュタグをつけながらツイートしていただけると助かります。まあまあ5月2日ストリートファイター03以降の予定は決まっておりませんので、こんな体験会したい、こんな企画あります、こういうの喋ってもらいたいよとかありましたら、ぜひぜひこちら下級のグダグダラジオタグをつけてつぶやいていただきますとはかどります。よろしくお願いします。親戚のおじさんでしたか、おじさんやんかな、ちょっと覚えてないんですよ、どういう血縁やったかな、リースの姉か妹の子供とかやった気もしないではないんですが、覚えてないです、申し訳ない。またちょっとウィキ見て、ね、調べときます。実は今ウィキ見てみたらいいんじゃね。まあいいか。さて、そんなこんなで本日4月の25日下級のグダグダラジオの第5回、いやー1ヶ月やってきましたね、本当。いやー、皆様のご視聴のおかげです、ありがとうございます。ね、視聴数が全然なかったら一瞬で終わりってなってたこの企画ですが、あたたかなご声援のおかげで、まあ、まずは第5回までこぎつけました。さて、というわけで7時半ぐらいからママは毎度のスケジュールといたしましては、このぐらいの時間から視聴者数も増えてきてまいりますので、ゲームの解説などをやっていきたいかなと思います。その前にどうして一族でこんなに差がついたのか、いやー、これあれあれですね、満身環境の違いですね、ほんまテリーに技を教えてもらったんが失敗やった、残念です。そうですね、ピーポーユーはね、ぜひぜひやりたいんですが、いろいろと難しい問題もございますので、またいろいろ相談してやっていきたいかなと思います。うん、安く普段は仕事がおそばに見れない、なるほどなるほど、まあまあ実は第2回から録画もやってますので、録画の方も見ていただけるとはかどるかなと思います。さて、そんなこんなで、まあまあこっからガローマーコブグループズ自体解説やっていきましょう。なんか今日はキャラクタールーレットで選んでくれているので、対戦で出てきたキャラをメイン重点的に解説説明などなどしていきましょうか。まあ、その前にガローマーコブルームでどんなゲームというところからやっていきましょう。ガローマーコブルームで、まあまあまあ SNK の誇る一大ブランドガロー伝説シリーズの最新作、まあつっても13年前ですけどとなっております。システムとしてはガロー伝説からガロー伝説2へ、そしてガロー伝説2からガロー伝説3シリーズへっていう感じで進化していったガロー伝説シリーズですが、今はガローマーコブルームズになるにあたっていろいろなシステムのリファインが行われました。そういうわけで今までのガローらしさを残しながら、当時の環境に即して一歩なんだろう、新しいところも加わってきているっていう感じですね。ロックでも波動昇竜突進当て身駒投げ一ブレー調節あるよ、うんうん、せやな、未完の名作、未完の名作っつうとね、なんかあれですけど、まあ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 個人的には格ゲー史上に残る珠玉の一作の一つであるかなと思います。非常にいいゲームです。さて、ガローマーコブルームズ、まあ、システム解説からいきましょう。ご覧の通り1ラウンドは60カウント60秒、結構短めですね。
この当時の SNK のゲームは大体どのゲームも1ラウンドが60カウント60秒っていうのが基本でした。これはまあまあまあ月下もそうですし KOF もそうです、体力ゲージは1本、3段階に分かれておりまして、前列、中列、後列と3箇所に TOP どれかを配置することになっています。タイムオブパワー TOP というシステム、それを、前列、中列、後列どれかに配置できます。必殺技ゲージは画廊伝説3を踏襲いたしまして S ゲージ、B ゲージの2本制。このゲームはゲージ50パワーがありませんので、H パワーで超必殺技が、 P パワーで潜在必殺技が出るようになります。なおこのゲームのゲージ回収用途は相手に攻撃を当てる、まあ、ガードヒット確か問わなかったと思いますか、必殺技の空振りでゲージが溜まります。なので、まあこんな感じでゲージためで必殺技をぶん回せるキャラと立ち回りでも必殺技を打てないそんなキャラとでは非常にゲージ格差というのが生まれやすいです。必殺技をねぶん回せるキャラとぶん回せないキャラでかなりのゲージ格差、まあ、聞いてはキャラ差が出ます。ちなみに画面上の2キャラガトーさんとカインさんはゲージため能力は全キャラ中でも相当高い方かつ強キャラです。そうですね、今でいうと鉄拳のレイジがある程度2位で発動場所を選べる感じですかね。そうですね、 TOP の恩恵はたくさんありますがそのうち1つに攻撃力アップっていうのがあります。 1.25 倍でしたよね。まあ確かにレイジがまあ、体力3分の1ぐらい0時でそれは大体 B でハットが見られているそんな感じです。やめてしまえ。さてではシステム解説に参りましょう。システムその1、タイムオブパワー TOP です。まあ、そんな感じこんなで対戦開始時に TOP の配置を選ぶことができます。まあ、前列中列後列で自分の残体力がその TOP ゾーンに入った時にタイムオブパワー発動となります。発動中はまず攻撃力が 1.25 倍になります。また、体力が自動で回復します。 TOP 中はこれが大きくて TOP でいる時間が長ければ長いほど、まあ、実体力が増えるという感じになりますので立ち回りでも、まあ、TOP があるうちはかなりゆっくりと立ち回れる、もしくは相手の TOP を早く切りに行く、ゲージを吐いてでも TOP を切るということは大事になってきますね。また TOP 中は、TOP アタック TOP 専用技というのがありましてそれを使えます。まあ、TOP 技は各キャラによって使い勝手が様々ですが大体のキャラが弱いです。使えません、忘れてください、私のこと忘れてください。そんな感じです。さてシステムその2、ジャストディフェンス並びにガードキャンセルの仕組みについて、グランドの向かいの出し方なんて攻略の彼方ですよね。そんなこともあろうかとちゃんと筐体にポップがついています。ガードキャンセル並びに TOP アタックやでガードキャンセル並びにジャストディフェンスの説明です。このゲーム入力ガード入力から8フレぐらいやったと思うんですけど、ジャストディフェンスの判定が出ます。まあまあまあつまり直前アンガードというシステムですね。このゲームにおけるジャストディフェンス直前ガードの恩恵は4つほど、1つ目がガードキャンセルが出せるようになります。ジャストディフェンス中はガ
カードキャンセル攻撃が2つ技で出せるようになります。これはそういうカードキャンセル専用技があるわけでもなくて、ジャストディフェンス成功するとヒットストップ中にコマンドを入力完成させることによって、ヒットストップ終了後に2つ技をガードキャンセル攻撃として出せます。まず1つ目の恩恵はこれですね。2つ目の恩恵がジャストディフェンス成功すると体力が増えます。ジャストディフェンス成功すると体力が回復します。まあまあビビたるものですが、そういう多段技を連続成功させるとかなり体力が増えたりするので、まあそれなりにバカにできないシステムです。ジャストディフェンスに成功するとゲージが増えます。これもね、まあまあバカにならないシステムで多少増えます。美味しいです。ジャストディフェンスは空中ガード不動技を空中ガードできます。これもね、でかいですね。ジャンプしといてジャストディフェンス仕込みとかやりますね。まあ、というわけでこのゲームを語る上で逃せないシステムであるジャストディフェンスというのは非常に大事です。ジャストディフェンス絡みの攻防というのは非常に重要ですね。結構ね、サードのブロッキングに比べて地味なエフェクト、キャラクターが青く光るっていう感じなんですが、そういうところに注目していただけると非常にはかどります。そしてガードキャンセルについてですが、まあ、ガードキャンセルは先ほど申し上げました通りジャストディフェンス中に、ヒットストップ終了後ガード硬直をゼロにしてやったと思う必殺技が出ます。まあまあまあ必殺技出す必殺技は何でもいいんで、無敵技を出したり突進技を出したりゲージ溜め技を出したり用途は様々です。まあ、基本的には、ガードキャンセル必殺技で確定反撃を取るといった形になります。これに関しては各キャラごとに必殺技の使い勝手が全然変わってくる、その時に出す。カインの TOP アタック任せろ。確かにね、カインの TOP アタックはなんかスーパードロップキックみたいなあれなんですよ。上東ガロー1の上東のスラッシュキックみたいな技なんですが、まあまあ TOP アタックっていうのはもともとガードクラッシュ値が非常に高いという特性がありまして、まあ、それがカインのガードクラッシュ連携に噛み合ってるんですよね。まあ、そんなこんなで爆発してほしいともいっぱいいると思います。よくスト3のブロッキングと比較されますけど相当違いますよね。そうですね、ブロッキングはブロッキングでまたあれは一つ格闘ゲーム史における革命の一つだと思うんですが、まあ、ジャストディフェンスはそういうブロッキングが違うガードのテクニックなのでリスクがないです。基本的に直前でガードを入力するだけなので基本的にリスクないっていうのが、まあ、直前ガード系とブロッキング系のテクニックの違いだとは思いますね。さてゲームシステム紹介その3、なんだろう、次鮭攻撃か。まあまあ実は前の放送でもやってたりするんで、前回放送を聞いていただいた方や、なんやろ、ガローゼの皆様には打足だと思いますがだったり行きましょう。鮭攻撃、こちらはまあまあガロー伝説シリーズ2から続く鮭攻撃のシステムですね。しゃがみ要素、しゃがみ要素を入れながら AB ボタン同時押して上段鮭攻撃、立ち状態で AB ボタン同時押して下段鮭攻撃が出ます。下段鮭攻撃は全キャラ共通で中段攻撃、まだほとんどのキャラが宙に浮いて途中から空中判定となります。
まあ、さらに、ガードサスペ有利と、まあ、至れり尽くせりに見えますが、サスペは30プレーぐらいとガード崩しにはあんまりできません。ただ立ち回りのアクセントに使うぐらいかなと、そんな感じです。一部のキャラはなんだろう、下段差攻撃の途中を手がかりキャンセルできるキャラもいるので、そういうところで使うことができますね。まあ、例えばロックのなんだろう、雷光回し蹴りキャンセル真空投げとか、あとはクリフォンマスクの上段や下段先攻撃キャンセルイカロスアタックとか、まあ、大概下段先攻撃何かできるキャラはジャッキャラです。うわー、言っちゃった対して上段先攻撃、これはまあまあ全キャラそういう読み合いの要、治療性の要になる攻撃です。まあ、キャラによって性能は多少変化がありますが、上段攻撃、まあ、地上技で下に強くない攻撃やジャンプ攻撃をかわしながら攻撃できる、そのような技になっています。また、上段避け攻撃はガードされていた時はキャンセル、雑技キャンセルがかからず、ヒットしていた時のみ雑技キャンセルがかかるという性質があります。ので、まあまあまあ、こういう感じで相手の飛びに対して上段避け攻撃を合わせて超必殺技を入れ込んでおくと、このような使い方がメインですね。まあまあ、上段避け攻撃は大体のキャラがガードされても5分以上有利フレームが取れるようになっているので、相手のゲージが多いでも安心といった形になっています。そうですね、相手のゲージが多いでも安心というのはでかいですね。という感じで、まあまあ、特に上段先攻撃はそういうなんだろう、立ち牽制攻撃というか、このゲームはキャラによってダッシュが乱闘ステップ両方あるんですが、どちらもスムーズにしゃがみ攻撃が出せないんですよ。ステップからステップダッシュからスムーズに出せる攻撃は立ち攻撃のみとなってますが、なのでダッシュからの牽制はスムーズに出そうとすると、基本的にそういう上段避けでかわせる攻撃がメインとなります。ので、まあ、まあダッシュから他の技につなぎやすい小パン系での牽制に対して上段避け攻撃を合わせる、で上段避け攻撃を潰すために、まあリターンは少ないけど下段攻撃である遠距離ビームを当てるというのが地上戦のメインの読み合いになっているかなと思います。さて、次のシステム、何が残ってるっけ、 TOP、 ガードキャンセル、ジャストディフェンス、避け攻撃、フェイント第1、フェイントキャンセルですね。このゲームはガロー3を踏襲したフェイントキャンセルというのを、フェイント攻撃というのを搭載してます。まあ、必殺技の出がかりっぽいモーションが出るというのがあるので、そういうコードがありますね。フェイントキャンセルというコードがあります。さて、遅くなったけどジャストディフェンスのメリットの一つ、ガースラ回避があったね、忘れてましたはい、ジャストディフェンス、ガードクラッシュ値がたまりません。そういうところで細かく大事なシステムです。まあまあまあ、ガロー、現役ガローデーの方にとっては細かく大事っていうか、本当にね、回爆発しろっていう感じになってるはずなんで、非常に大事なところですね。ジャストリベース、ガースラ回避っていうのも大事です。さて、フェイントキャンセル、フェイントコードですが、まあ、そんな必殺技の出掛かりっぽいモーションです。コマンドは前 A プラス C ないし2プラス AC
まあまあ各キャラ2つずつ持ってます。まあ、この前 A プラシーと B A プラシーキャラによって性能は異なりますが、必殺技扱いで通常技キャンセルして出せます。ここが大事でして、さらにフェイト行動は動作の後半を各種行動でキャンセルできます。まあ、つまり何が言いたいかというと、通常技キャンセルフェイント行動、まあ、フェイントキャンセルからもう一度動作後半を前捨てでキャンセルして、通常技フェイントキャンセル前捨て、通常技フェイントキャンセル前捨てで永久ができます。永久あります、このゲーム。ただ人間の手ではかなり困難です。全部目押しだったり最速行動だったりするんで、これを完全につなげきるのは人間では困難ですね。まあまあ、サコ連れてこいみたいな、そんなレベルです。またフェイントキャンセルはそういう強攻撃、フェイントキャンセル、強攻撃といった連続技のつなぎに使ったりとか、もしくはまあまあ特殊な使い方としてフェイント行動でキャラの姿勢が変わって上半身無敵になるキャラとかも実はいますので、そういうところで対空フェイントから透かして何かというのもやってくるキャラもいます。まあ、基本的には通常技のすっけしという感じで考えていただけるといいかなと思います。さてこんなもんですかね。システム先攻撃は言ったし、あとはカウンターとか空中追撃とかぐらいなんですが、まあ、ガロンマークブルームズ、空中追撃あります。必殺技カウンターや空中追撃判定で落ちてくるキャラを弱攻撃ない必殺技以上の技で追撃できます。まあ、それもまた対戦見ておいおい解説していきたいと思いますが、そういう地味な空中追撃もございます。そこはまあおいおいで大丈夫でしょう。さてではまあここからもう一度キャラの紹介に戻ってまいりましょう。現在画面に出ているキャラ 1P 側がデニー、 2P 側がガト、まあ、ガローマーコブルーズを代表する強キャラですね。最強キャラの一角です。最強3キャラ、準最強3キャラ、中堅キャラ、下位キャラみたいな分かれ方ですが、そのまま最強キャラに名を連ねるこの2キャラです。ジェニーさん、何が強いか、まあ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 、バックステップ、このゲームのバックステップ1フレから打撃に投げ無敵がついてて、初期行動として非常に重宝するんですが、その1フレから無敵のバックステップから攻撃が出せるという唯一のキャラです。それダメくねなります。今のですね、バックステからハリアビーというキューキューという技を出せます。かなりダメです。バックステハリアビーからまあまあ連続技がつながるのはもちろんのこと、バックステハリアビーだけでほぼ連続ガードみたいな連携も画面端ならできちゃうという相当あれなキャラです。まあ他は何だろう、落としにくいジャンプ攻撃とジャンプ起動、通常技の性能もかなりよろしげ、一応ゼロフレ持ちとバーン、まあまあまあ強キャラに必要な条件は結構揃っております。あと貴重な空投げ持ちっていうのはでかいですね。このゲーム、空中ジャストディフェンスを打開できる行動っていうのはほとんどありません。まあまあ空中に逃れても相手の攻撃をジャストディフェンスできれば、空中に逃れることのデメリット、リスクがほとんどないんですよ。ですがそれを打開できる行動が空投げです。まあ、そのまた空投げ、このゲーム投げ発生1フレなんで対空として最強というそんなところもあります。
まあ、そんな手投げを持ってる数少ないキャラの一人がジェリーさんですね。さて、直哉さんが放送席に来ていただきました。ちなみに今日放送席、あのカメラがあって映るんですよ。わーい、おお、まあ、そう、マイクも2つあるんで。はい、というわけで直哉さんです、どうぞ。あ、どうも、こんばんは。あ、いい感じで入ってます。あ、ほんまですか、はい、よろしくお願いします、今日はちょっとだけ、ちょっと直哉さんのマイクを上げて。ただ柔らかいのが弱点、そうですね、弱点というレベルでもないですが、ジェリー、多少、まあまあ、女性キャラなので体力が少ない、そうですねというぐらいが、まあまあ弱点ですが、まあまあ体勢には影響ないでしょう。まあそうですね、食らわなければすぐって話ですからね。キューキュー言ってたら相手の攻撃食らう要素もないっすよ。ここでね、だからジェニー相手にはワンチャン取っていくという感じですね。ちなみにさっきやられたザコジェニーは僕でした。あ、なるほど失礼しました、先ほどのね超ヘボイジェニーは僕です。まともなコンボできないんで。なるほど、まあ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 、ナメさんはまあまあメインキャラで頑張ってください。そうですね、さて、ネクスト、ガトー、ガトーですね、カード初期から最強の呼び声の高いガトーさん。ガトーさんの強い理由は、まあまあまあ、必殺技、超必殺技のゼロキバに集約されますね。まあ、このゲームの特徴的なシステムというか、あれの一つにゼロフレ技っていうのがありまして、はい、まあまあゼロフレ技、言って7言目、発生がゼロフレです。そうですね、ゲーム的にどういう挙動をするかと申しますと、まあまあもう安定した時には結果が決まっている、安定してからガードができないという、そのような挙動を持っています。はい、そしてまあまあ加藤は超必殺技のゼロキバがゼロフレ技、まあまあこのゲームの中でも屈指のゼロフレーム技です。誰かと思えば結構ね、細かくゼロフレ技も細かく性能が決まってまして、こういう時間停止する距離とかもあるんですが、はい、まあ、その中でもゼロキバかなり時間停止距離も広く、そうですね、ゼロフレでロックしちゃうよ。ゼロキバがゼロフレーム技の中でも一番ゼロフレ範囲が広いんで、一番広かった、はい、さすがです。さて、来ましたね、変態定理使いの雨森さんが放送席を見に来た後、今日内の方にごそっと来ましたが、いやー、ありがたいですね。ここでね、ちゃんとツイートしてますからね。あ、なるほど。いますよ、待って、言った瞬間、多分バイク乗ってきましたね、あれ。ね、間違いないですね、全く暗くなってんで。おっ、まあ、まあ、加藤さんは、まずはゼロ牙ありというところですね。そのゼロ牙の周りを固めるのに、近距離 D や小足、そうですね、といった、そういうゼロ牙がつながる技、そうですね、をたくさん持ってる。あと小ジャンプ D、落ちにくい小ジャンプ D からゼロキバ、そうですね、 D も強いんですが、実はもう一個強いのが小ジャンプ B ですね。そうですね、ジャンプ B も、ジャンプ B がね、かなり速いタイミングで落ちてくるんで、そうですね、なかなか対応できないですね。冗談避けでも避けれないんですよ。いや、 B は避けでは落ちないですね。避けでは落ちない、そうなんですよ。キルもあってジャンプ攻撃も死角なし。そうです、さらに全キャラの中でも屈指のゲージ溜め能力を持っている。恐ろしいですね、風キャンでは。はい、あるキャラがある。何キャンでしたっけあれ、シンガキャンセル、あ、いえ、フーガをキャンセル、フーガですね、フーガキャンセル、フーガ、なぜか最速で出すとフーガが出ないで地面を踏むだけになるっていう。そうなんですよ、あの地面を踏んで侵略するフーガという技があるんですが、それをキャンセルで飛び道具 C ボタンでしたね、そのフーガを出すんですけど、最速ずらしをするとそのフーガで出す飛び道具出すモーションが消えて、必殺技2回分とゲージが溜まる。実に大体、5分の1かな、あ、4分の1ぐらいですかね、多分ですね、多分そうだ、大体その全体フレームが20フレーム未満。そうですね、あの隙をつけるのはないですね、いいですね、風キャンの隙をつけるのは。だから1カウントでゲージが1本の8割ぐらい溜まる、そういうね、あ、恐ろしい、コマーコマー、そういうキャラです。さて、雨森さん、出るんですかね、バスターウーフは今日は。いやどうですかね、なんか最近ね、
いろいろと熱意を持ってまたガロをきっちりやっているアモンさんですが、最近バスターウルフがまた出ない出ないんですよね。みたいで、あのアチョの大会以来ですかね。あの前日まではすごく強かったんですよ。後半の大会まではアチョ大会で、アチョ大会以降ちょっとね出なくなってきたみたいで、出なくなってきた。ただまああの出ないけど強いんで、そうですね。バスターウルフそうなんですよね。でもね出たらね、あのね映えるんでね、このキャラ。あ、まあ確かに、はい、かっこいいってなりますからね。そうですね。いや、その辺は実はあの、いやー、ガロ、あ、ガロちゃん、一撃精神の、あのオープニングムービーっていうのを収録されてますね。はい、実はまあこの間作成に関わらせていただいたんですが、あ、いやー、テリーかっこいい感じになってますよ。マジで。確かに。つかね、あのオープニングムービーがめっちゃかっこいいんで、会場来た方は枠で貸しながらお待ちください。ほんまにね、あれかっこいいです。まあ、そんなこんなでガトーはゼロ牙ありという最強キャラですね。まあ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 、打ち付けるキャラから解説していきましょうか。多分これ山森から勝つんで、先にホタルから。ホタルかな。はい。さて、ホタルさん。まあまあまあ、設定上はガトーの妹なんですが、まあ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 、兄に比べると、どっちかというと、器用貧乏キャラ。そうですね、スタンダードですね。ですね、スタンダードキャラ。飛び道具、昇竜、突進技。で、駒投げです。あとゼロフレもあって、駒投げもある。そして空中突進技。そうですね。さらに空投げも持って、なぜ弱いってなるんですけどね。ありますね。そう。連続技専用のいいブレーキを持ってるし。そうです。実はゲージも溜めやすいし、あれ飛び道具を返す効果があるんで。返せるのがなかなかこのゲームの勝ち回りで大事 で、ね、実は結構ほぼ全部覇王昇降剣とかも返せるんで、あとあれですね、あのカインのゼーレも返せます、はい、実はあれも消せます。ゼーレ返せるんすか。そう、返るというか消えるんですよ、実は。マジか。だから結構、まあ、カインに対してホタルはそういう意味でいけるところがある。おー、なるほど、ね、それはいけるが、このキャラ中継です。強キャラには直すられありません。そうですね、多分ね、あの最大の弱点がこのキャラに限って言うと体力の少なさ。そうですね、間違いないですね。スタンダードキャラはやっぱりいろんなところで殴り合いしないとダメなんで、体力の少なさがところに行くところ多いと思いますね。そこが一番きついかな。プラス体力の低いキャラっていうのはガクラ耐久値も50で低いので、実は割れやすいんですね。特にテリーのようにラッシュで割りに来るキャラに対しては結構端に行って、もし1回読み間違えただけで割られてしまうんで。なるほどなるほど、そういうところでラッシュがきついっていう感じですね。あともう1個弱点を挙げるならリーチが短い。そうですね、リーチも短いです。まあ一番長いのが 2C ですけど、 2C からはまあ波動しかないんで、リターンがそんなにないと。さらに下段がキャンセルが効かなくて、そうですね、タクに持ち込めないんですよね。下段からのタクがほとんどないみたいなんで。あ、そっか。結局牽制のぶつけ合いでダメージ取るしかないんで。そうですね。ただめくりのセットプレイが強いので、彼は、ホタルは、はいはい、そこをうまく駆使して戦うキャラですかね。なるほど。ジャンプ攻撃はかなり優秀なんで。そうですね、ジャンプ攻撃は ABCD 全部優秀だったり、踏みからの連携も早かったりして、踏みつけという特殊技もあって、ね、結構いろんな動きができるキャラではあるんで。三角飛びも持ってますか。いや、三角飛びはないですね。あ、ないか、このキャラ。踏みつけと振り向きですね。あ、振り向きがある。あ、このガトーとホタルの兄弟は振り向き2人とも持ってるんで、空中 CD で振り向きながら攻撃できる。で、ね、なかなか、なかなかニッチなシステムですけどね。牽制パスを当てに行くのが大事なホタルさん。でコメントもらってますね。一月のオープニングムービーは大会まで見れないと。いや、こちらはね、まあまあまあ、オープニングまでのお楽しみということでよろしくお願いします。毎度に一月だけどホタル優勝はすごい。そうですね、すごいですね、あれはすごいとしか言いようがないですね。まあまあまあ、だからスタンダードキャラですけど、そういう各技のいいところを見ていくと非常に性能はいいと思うんですよ。そうですね、昇竜拳も実はブレーキングが効かないんですけど発生2フレで。そうですよ、実は草田の中で一番速いんで。一番速い、確かに2フレは、うん、ダメですよね。ゲージ技を除いた場合速いんで、だからまあ悪くはないんですかね。あ、でもあとはうまく使いこなせる人が出てくるかどうか。そうですね、まあでも前回の大会でこう優勝したのがホタルだったので、はい、これは
は今回もね楽しみです。ホタルが可愛いし、ホタルまず可愛いですから、ね。可愛いですね。そう。このモーションが可愛い。いや可愛いでしょう。でこの小足ジャンプエー大体可愛い。あかんわ。もうドットが綺麗なんですよ。ガロほんま。いろいろと。もう動きは滑らかやし。ああ。でもやられるときはダメ。さてネクストテリー見ていきましょうか。出ましたねテリー。はい。テリーボガードさん。まあガロ伝説シリーズずっと出てるテリーさん。ガロマーコブルムズではまあ。ガロデンデシリーズ唯一のそうですね、ガロシリーズレッドキャラ残りのキャラですね、唯一のっていう感じなんですが、まあ残念ながらこのゲームテリーは中堅キャラ中堅ですね。稼働初期は最強クラスだったんですけど、そうですね、稼働初期はねどんどんメッキが剥がれていって中堅以下ぐらいにまで落ちてしまいましたね。稼働初期はね強そうに見えたんですが、そういうゲームじゃなかったという相手のキャラです。さて、まあどういうキャラかと言いますと、まあ多分このゲームにおけるパワーキャラだと思うんですね。横押しするキャラ、まあ優秀な近距離しフェイント 6AC フェイントキャンセル、これがねまあ出ら強くて、禁止ガードさせられたらもう1回禁止、もう1回禁止、えまだ禁止ってぐらいまでは頑張れる。そうですね、はい、禁止、フェイントキャンセル、6AC 中央での立ち回りがかなり厳しいんですが、走りに行った時の爆発力だけが全キャラの中でもかなり、ね、上の方にあるんで、だいたい禁止入っちゃうともうこれでガークラ確定まであるんで、ほらほら確定ただ最近まあそのテリー使いのオーソリティの雨森さんがコンボ精度が悪いのがですね、立ち回りはかなりすごいんですが、すごいですよ、ね、ちょっとねバスターウルフが何か出ない病にかかってしまって、バスターウルフ出ない病、テリー使いは誰もが通る道だと思うんですが、まあ同伴機械でもライメーター出ない病とかいろいろあるんで、はい、皆さん出ないんでね、なんか頑張っていただきたい。ただ他にも近距離 C 以外にもあのパワーダンクという強力な昇竜拳を持っている、まあ無敵技でブレーキングが効くキャラは3キャラでしたっけ、全部で4くらいですかね、無敵はグラントも入れると、はい、そのうちの6くらいか、そのうちの1キャラでしたっけ。そうですね、特にダンクは、ガードされてもマイナス2、それでいて発生が3フレで無敵もしっかりついてくるんで、判定3フレ無敵もしっかり、ぶっちゃけ初心者がぶち殺されるのはダンクの連携、ダンクだけ で、ね、なかなかね打ち殺されてしまうので、よしパワーダンクジャストディフェンスしたぞ、反撃が、あーもう1回ダンクが来たっていうので、はい、そのダンクカウンター、またダンク、そしてバスターウルフ、ね、バリバリバリ死んだってなるわけですね。わかります、何度やったかあとはパワーチャージですね。そうですね、このキティ打ちパワーチャージ、A 版は、発生が早くて連続技用、 C 版はガードさせて超有利という技です、ね、攻め継続用のもうね、パワーチャージ C パワーチャージに対してちゃんと仕掛け攻撃を合わせられるかどうかがまあテリー戦のところですね。そこをしっかり対策しないとかなり厳しいんで、一回通されちゃうともうガークラッチが一気に捕まっちゃうんですね。標準キャラとガクラ、ガクラ耐久値が高いキャラはまだギリギリ助かるんですけど、特にさっき言ってたホタル、ジェニー、ソフトマル、この3キャラは1回チャージを通してしまったらもうほとんど割れ角なんで、割れ角ですね、薄いですね。あとポイントなのが、今メモリさんが 2P 側を使ってるんですけど、はい、2P 側は画面端のフェイントラッシュが強力になるんで、そうなんですよ、離れにくいですよね、これ、ね、これはアメモリじゃなくてハメモリですね、ハメモリですね、もう確実にハメに来てるんで間違いないです、積極的に 2P 側を取りに行くスタイル、はい、これ大事ですね、はい、大丈夫です。こんな機会に大通りに来ていただきました。まあそんな感じで、あとテリーはまあただね、何がきついかというと、このキャラそのパワーダンク以外の切り返しがなかったり、通常技で小回りが効かなかったり、そうですね、実は通常技がリーチがかなり短いのと、ジャンプ攻撃もあまり優秀ではなくて、基本的に上段先が強いキャラには飛べない感じなんですね、はい、ジャンプ B がギリギリ強めなんですが、これを落とされるキャラにはもうそうですね、
あとはやはりリーチが短いので、どんな相手が辛いの、テリー。まあだから上段先攻撃が優秀なキャラですね、まずは。そうですね、結構ね、ジャンプ B 多分半分ぐらいのキャラが縦攻撃で落ちると思うんですけど、あーいや、もうテリーは全キャラで落ちます。あ、マジで。はい、そうです。通称落としてた記憶ないですけど、ママは実は結構引き付けがいるんで、大変ですけど、まあ、ちゃんと落として落とせるキャラ。そうですね、この組み合わせの北斗丸のスライディングがかなり優秀で、はいはいはい、テリーの飛び込みはほとんど通らないレベルですね。なるほど、まあ、そうなるとママカラジャンとか見せながらやっていけないわけなんですが、北斗丸はグー投げ持ちなんで、そう、グー投げもあるかな結構。まあ結局は触れなかったね、テリー。どうしようもないところあるんで、そういう触り、対空とかが盤石な相手は触れない、きつい立ち回りでごまかしながら、そのこんな感じで持っていくしかないと、ね、チャージやウェーブを駆使してうまいこと意識をそらして飛びを通していくという形ですね。まあそういう意味ではかなり職人キャラではないかなという、カオルちゃんの活躍に期待ですね。そうですね、バスターフルー早う。やはり日月精神じゃ2回とも第3位っていう結果を残してる人なんで。そうですよね、ここはもうちょい上に。そうですね、感じですよね。3回目の今年こそ、はい、頑張ってほしいですね、アナウンさんには。そうですね。さて、じゃあ次のキャラですが、まあちょうど出てるんで、北斗丸いきましょうか。北斗丸さん、まあまあ怪キャラと長年言われてきましたが、近年の研究によってやっと中堅に上がってきたかな。そうですね、公のダイヤとジャックキャラに入れられたりするんですけど、僕は全然ワンチャンあるキャラだと思ってるんで、はい、そうですね、僕もこのキャラはちょっとまあ、僕フリーマン使いなんですけど、はい、行列に並べられるとちょっとお前強くねみたいな。そうですね、やっぱり武器が多いキャラクターなんで、ちょっと使い手が少ないのが悲しいところですね、フリー、あー、北斗丸は。フリーマンはもっと少ないんですけどね、使い手はですね。あのキャラもね、悪くないキャラなんですけど、出るゲームを間違えた、それだけです。というわけで北斗丸さんなんですが、まあ、まず何が強いかと言いますと、まあ、まあこのゲームで数少ない空投げ持ち、これに効きますね。そうですね、で空投げ持ちとあとコンボダメージが実は結構優秀で、このターゲットコンボ、連携攻撃を数多く持ってるんですが、そのうちの壊し台形ジャック台が非常に優秀でして、あ、はい、まあまあ、ジャック台でヒット確認しながら出す出さない、そうですね、でこれから竹割りというのが、まあ、コンボダメージとして非常に優秀というところですね。まずそれプラス、ジャンプ攻撃の優秀さですね。でジャンプ C、ジャンプ D、あとジャンプ C、AC でしたね。小ジャンプから実はコンビネーションが出せて、北斗丸はジャンプ C、B で北斗丸、小ジャンプからでも固めにいけるっていう、で、小ジャンプ A と D は判定が強いので上段下げも続けるし、なるほど、まあ、A はその斜めジャンプの時だけなんですけど、はいはい、まあ、使い方によってはかなり強いですね。というジャンプ攻撃の強さ、飛べるキャラ、まあ、やっぱり空投げ仕込みの小ジャンプ C が強すぎて本当に剥げる、相打ちで飛ぶと必ず投げられるっていう。そう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 、そうですね、まあまあ弱点としてはやっぱり体力の少なさと、あと切り返しがない。そうですね、ゲージ依存が激しいんで、あとはリーチの短さですかね。リーチの短さ、まあ、ただ歩きも速かったり。どうですかね、速くないですか、あのキャラ相当歩きは、あ、速いかな、あれ、そんなことない、ちょっとその辺僕もあまり詳しくないんですけど、ありゃりゃ、ただやっぱり足に行った時の爆発力がフェリー並みと言っても詳しくないと思うんで。そうですね、フェイントキャンセルから、実はあの A 級があるんですけど、何人か A 級を持ってるキャラいるんですけど、はい、強攻撃のフェイントキャンセルの A 級、はいはい、ジェニーと北斗丸は結構猶予が長くて、割と A 級がやりやすい、割とやりやすい、そうなんですね、人間レベル、人間レベルでやれるレベルですね。なるほど、はい、これでガクラチも高いんで、まあ、という感じの結構ピーキーなキャラとなってます。はい、KC さんも来てもらいましたが、まあ、これはひどい組み合わせ、ひどい組み合わせですね。このコメントでテリーはどんな相手が辛いのって言ってたけど、まさにこれですね。これですよね。まさにこれです。こうだって、こうだってもう、あ、無理ってなりません。当たってパワーダンク、まあ、ほぼ全キャラきついんですけどね、ケビンに対しては。ケビンはまあしょうがないんですが、ここをどういう風に立ち回っていくか。さてケビンです。ママは無法警官ケビンさん、ケビンさん、まあ、どういうキャラ
かと言いますと、まずはまあ最強の一角です。そうですね、ジェニー、ケビン、ガトが今のところ最強の一角キャラ、3キャラという感じで言われてるんですが、その1キャラがこのケビンです。ケビンさんの何が強いか、ヘルトラップ、ヘルトラップという波動 B or D ですか。そうです。というあの下段を蹴りながら蹴り上げて空中に浮いたところを掴むという技があるんですが、このヘルトラップさんはブレーキング対応技でして、コパンヘルトラップブレーキングダッシュコパンヘルトラップブレーキングダッシュコパンが連続ガードです。そうですねひどいですね。簡単に言っちゃったけどダメだろ。連続ガードです、連続ガードです。5番ヘルトラップダッシュ5番連続ガードです。ありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。さっき言った大攻撃のフェイントキャンセルよりより簡単に永久にできるんで、画面としては、まあ、そんな感じで永久連続ガード括弧中央でもまあ頑張れば人間でもできなくはないよ的なものを持ってる、まあ、ただ中央は人間では非常に困難ですので、中央は2回までですね。2回までなので端に追い込まれなかったらまあ立ち回れるというキャラです。まあ、そういう永久連続ガードを縦に頑張って殴っていくキャラですね。他のね要素はね意外と何もなくて、ケビンさん、いや、あとはゲージためが超優秀。そうですね、ゲージためと、あとはやはり、ポパンですかね、遠距離立ち絵ですね。そうですね、遠距離立ち絵、なぜか遠距離の方が発生が早くて判定が鬼強、遠距離立ち絵が3フレなんですよね。で、近距離立ち絵が4フレ、はい、なぜそっちの方が早いってなるんですね。まあ、そんな感じで、まあ、まあゲージを自分勝手に貯めて触った瞬間俺のターン、画面端でゲーム終了という、まあまあまあ、まあ、どっちかというと押し付け系のキャラですね。で、まあ昇竜拳とかは持ってないんですけど、なぜか前転がある。そう、前転という敵移動技です。そうですね、一人だけアボイドマインという前転技を持っていて、はい、じゃあジャンプ攻撃が強くないのかというと、まあジャンプ攻撃は強くないんですけど、その分相手のジャンプを通さない上段下げ。そうです、実はケビンの上段下げは全キャラ中一番性能が良くて、強い短い分は判定は超強い、敵もずっと長いんで、はい、でそこからまあガードさせられたらはぁってなるわけです。なかなかね、まあ、とにかく立ち回りという意味ではそこまで暴力というほどじゃないんですが、触られてしまうとアウト。そうですね、これですね、この前に来てしまうときついですね、はい、ここの状況でアウトです。そうです、逃げれないですこの状況。あとはもう当たってパワーダンクなんですが、まあまあ、このようにこんな感じですね。そうですね、そういえば駒投げも持ってるしね。そうですね、忘れてました、駒投げがあるんですね。ここまで打撃が強いのになぜか駒投げまである。なぜか駒投げまである。さらに駒投げの性能がなかなか良くて、発生も早いんですけど、当たった後に相手を画面端まで吹き飛ばすんですね。そうですね、なぜか追い込んでしまうという、ね、で、起き出てできちゃうと。そうなんですね、で、まあ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 、まあ、やはり強いチャンです。この動画見ると初心者なのでマンゴーブルーでエントリーしたらもう怖くなってきた。いえ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 、そんなことないですよ。マンゴーブルーはね、なんだろう、そういう、まあ、どっちかというと牽制とかを殴り合っていくオールドゲームなので、そういうところでまあまあまあ殴り合いができるという、そこから始められるというのは非常に、なんだろう、いいゲームかなと思いますね。そうですね、かといってね、システムも弱いわけじゃないので、キャラ対とかジャストリベース練習していったら絶対上手くなるんで。そうですね、そういうところはいいゲームかなと思います。最初は難しそうに見えるんですけど、やっていくうちにすぐ覚えれるゲームだと思うので、はい、そうですね、KC さん見てもらったらね。そうですね、大体僕とゲイシーさんも同じぐらいに始めたんですけど、はい、僕はやってるうちに気づいたらできるようになるんで。そうですね、一瞬で抜かれていった私みたいになりますよね僕このゲーム13年前から一応やってたんですが、はい、やってたら強くなりますこのゲーム。いろいろね、本当にね、練習すべきことや、このジャストディフェンス絡みのシステムが結構強いよね。そうですね、って感じです。EOP 後ろ配置のケビンはどっちでも安心できない、まあ、ゲーム終わっちゃいますからね一発入るとゲームが終わっちゃうんで、しょうがないです。さて、1試合だけちょっとじゃあキャラ紹介を中断して見ていきましょうか。
多分これあの2人ですよね。そうですね、これは、片や雨森デビですね。さっきから頑張って倒そうとしていますね。まあ、第1ラウンドは開幕 TOP 切ってからの足ラッシュで終わらせたんですが、まあ、まあ2回目はおしゃれに決めるおしゃれだけど今のいちいちうまいけど、これはそういう甘えた飛び通さないけど、そして画面足目できたっけの、うん、今のね上段下げですね、はい、やっぱりこの先ほども申し上げましたが、ダッシュ攻撃からこのゲームあの下段が出ないじゃないですか。そうですね、出ないですね。なんでああいうところで牽制しようと思ったら立ち攻撃、上段攻撃になるんで、そこに上段先を合わせるっていうのはセオリーですね。他のキャラだとまあそううまくもいかないんですけど、ケビンの場合無敵が長すぎてある程度こすっても当たってしまうんで、はい、なかなかね、まあ、そしてこの難しいです。そしてまあまあまあワンヒットで逆転と、コパン確認からのゼロフレカドリフリーザーですね。コパン確認からのゼロフレですね。ゼロのせおっと落とし、今さアボイド前、うわおいしい、とりあえず切って、あ確定うますぎ、おお、ああ今の確定うまいけど、今のあのピョンって飛んでくるやつ、フェイントで移動して投げが間に合うぐらい硬直少ないですけど、そうなんですよね、あれ決めましたね、確定禁止、あれは切れるレベルですね、はい、小足で止めて、あー危ない、この位置入っちゃった、さあ、ちょっと待って、マスターが出てる、マスターウルフ出る出していく、これはさすがに手にいけるか、上段酒をケアして突き刺したと、しかし飛びから着地ビンゴ、ここからでも全然ひっくり返る、つか画面足なんで、おっとこれまずい、確定起きてめ下から遠視押すね、これおーしかし投げやるな、危なかったですね今のは、あ最後は老解に決めましたねまあ、まあ、とまあプレイヤーの工夫次第でキャラさんは全然振り返る、そうですね、やっぱりシステムが強いんでこのゲーム、ただ、まあ、今の組み合わせ雨森さんかなり頑張ってるんで、はい、めっちゃ頑張ってましたよ、めちゃくちゃ頑張ってます今のは、今のはでもまあひっくり返らないわけではない、そうですね、っていうところですね。さて出てきましたね、ジェイス、まあ、この色はこの匂い豆腐ってなりますけどそうですね、分かりますね、というわけでキム兄弟の一人、弟、努力家の弟の方、キムジェイフです。まあ、ジェイフというキャラは中堅キャラです。兄貴がまあまあ強キャラ6キャラに入るんですが、弟はちょっと1ランク落ちて中堅キャラです。そうですね、まあまあ稼働初期は弟の方が全然強いんじゃねって言われてたんですが、まあなんといってもジェイフといえば火力、そうですね、火力だと思いますね。5番から5番小足からしゃがみ式につながって、そこから安定して連続技に切り込める流星ラック、これですね、流星ラック、これがまた減る、そう減りますからね。まあもちろんゲージがあるときは大脚でさらにダメージアップ、 TOP 入っていたら5番ダイヤシ大脚で半分減りますね、間違いないです、この火力が魅力です。ただね、他に見どころと言える技があんまりないのがジェイフの悲しさ、ね、鼻がないと言えばないのかな、結構難しいキャラなんで、ね、あとはもう兄貴と同じ通常技、兄貴よりちょっと弱めの必殺技しか持てなくて、そうですね、あでも通常技に関してはドンファンよりはジェイフの方が判定が強かったりして、あなるほど、実は暗い判定がドンファンはすごくでかくて、ジェイフに比べてやられたりすることが多いですね。あそうなんですか。その点弟はどちらかというと通常技で押せるキャラなんで、なるほど、実は兄貴より努力の成果で、ね、そうですね、そういうところがうまいこと差別化が図られてる、図られてます、ね、同じ技に見えて実は細かく違った、なるほど、ただまあ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 、そういう通常使い勝手のいい NA、2A、ジャンプ A、あとはまあディエンダーだけでこのゲームは渡っていけるほど甘くなかった、そうですね、そこがきついところですね、といったところですね。
結構ね、あとは画面端で永久墓地だったりするんですが、そういう単純な個々の技の強さだけでは勝ち抜けない。そうですね、それがバコブル。ある意味かなりのプレイヤー性能を要求されるキャラクターなんで。そうですね、当てれればやはり強いんで。そうですね、ここを当てれる人はこんな感じで、でしょでしょ、6割減ったでしょ、やりすぎ。ゲージはカウンターからこんだけ減ります。こういうところ当てれる人はまあこのキャラ非常におすすめですね。うまい、おー、逆残ったけど、うわーうめえ、しっかりにゃんじゃすか。はい、でももうこっからはコパンゾーン。そうですね、うっ、おっ、出ない、怖い怖い、無理やで、どうする、ボリに行くんか、うわあ、ブレーキ出ない、出ない、さあ出ましたね、クソゲーな瞬間が今出ましたね。めくり近距離 C、 フェイントキャンセル 5A パワーチャージ、なんだそれ。裏当てからすごいのが入った。マジかよ。そうですね、ジェイクにもゲージ回収能力があれば、まさにそれですね。正直回収能力があったら強すぎると思うんで。そうですね、ゲージ依存キャラの割に回収できない。そうですね、いやー豆腐げんなりでやってきましたね。はいはい、お疲れ様です。着地硬直あるから透かし投げも結構不健康度。そうですね、結構ね、透かし投げはあのもちろんあの地上にいる側が有利なんですが、このゲームはあの投げがやっぱり発生インフレなんで、透かし投げっていうのはなかなか 100% 回避できるわけじゃないですね。避け攻撃とかを狙ってるとそれを押そうとして、で避け攻撃の分発生が遅れてしまうんで、はいはい、そこを投げるとかは結構アメモリさんとかうまいですね。なるほど、一応細かくそういうジャンプ攻撃に勝つ、避け攻撃、避け攻撃に勝つことがある透かし投げ、そうですね、みたいな三隅みたいなことはあるっていうわけです。確かに危ない行動といえば危ない行動ですね。はい、まあ、ただ結構持っていける行動ではあると思います。これまだ全然透かし投げとか抜けられないんで。難しいですね、確かに。はい、ボタン押す癖がないですよ。あとでコメントいただきまして、前夜祭はやるんですか。やります、やりますね、やります。前夜祭は、日月戦士のホームページの方でも宣伝させていただいておりますが、まあ、今日この放送中にもまた宣伝のご案内をさせていただきますので、はい、続報を待てといったところですね。さてロックさん、一応ロックさんの解説も改めてやってみましょうか。出ましたね、主人公ですね。出ましたね、主人公。この頃のゲームね、主人公キャラ弱いんですよ。弱い、はい、ストリートファイター3もそうでしたけどね。あー、なるほど。アレックスとは何だったのか。出ましたね、そんなキャラクターが。そんなレベルです。無理やりやな。なんだこのデリ。さてロックハワード、まあ、ロックさん先ほどのコメントでもありましたが、コマ投げとチーム技、飛び道具、さらに、下ため上の無敵技、ね、当て身、ゼロフレー、コマは持ってるが、まあまあここまで持っていて最弱、最弱、まあまあ弱キャラですね。弱キャラですね、最弱の一角、最弱候補に入ってしまってます。はい、まあなんつってもそれだけしかないというか、っていうかこのゲームあの基本的にゲージが食べられないキャラ弱いです。そうですね、でそこで翻ってロックさんの必殺技を見るんですが、まあ、まずは飛び道具の別風景、コマンド投げの真空投げ、当て身のクラックカウンダー、対空技の、ライジングタックル、あと何があったんですか、あとハードエッジ、突進技のハードエッジがあるんですが、立ち回りに気軽に触れる必殺技がないのにお気づきでしょうか。つまりそういうことなんですよ、ゲージを貯められない、立ち回りで気軽に雑技を触れないキャラは相当厳しいゲームです。一応あの当て身の強盤の当て身で隙が短くてゲージは貯めれるんですけども、はい、だからまあなんとか回収しようと思えばゲージは回収できると思うんですよ。ただ
させない。そうです、ね、ゲージをかけないんですね。あー、使ってると攻めが弱すぎて溜まってもそのジャンプ攻撃も、うーん、ジャンプ攻撃めちゃくちゃ弱いですね。牽制もそうだって攻めれないかといって迎撃能力が強いかと言われると、まあジャンプ B で頑張って対空するのとか、ね、頑張って避け攻撃で1対1やるのっていう、そんな疑問系みたいな、ね、あとはラッシュ力にも欠けるキャラなんで、はい、例えばテリーは弱くても走り行ってフェイントキャンセルを絡めた連携で押したりするんですけど、ロックはあまりそういうのがなくて、そうですね、フェイントキャンセルも弱い。そうですね、めちゃくちゃ弱いですね。というわけで攻め能力は全キャラで最弱クラッシュという、そういう残念な結論になってしまいました。レイジングスーツはまあしょうがなかったね。ありましたね。あとはまあブレーキングという、まあ、ブレーキングの解説忘れてましたね。このゲーム、各キャラ1つブレーキング対応必殺技というのを持ってます。必殺技の行動を途中でキャンセルして動き出せる、まあ、まあ例えば、テリーやったらパワーダンク、無敵昇竜の隙を消せる、そうですね、とまあまあ目が輝くでしょ。そしてまあまあケビンやったらヘルトラップというガード硬直の長い必殺技からキャンセルダッシュ防衛が連続ガードになっちゃうぐらいの隙消しができると、まあブレーキングこんなに効いてると夢のシステムですが、そうですね、テリーのブレーキングは駒投げの真空投げです。残念。そうですね、ブレーキング、まあ、ロックとフリーマンなぜか駒投げ、そう悲しいですね。本当にね、下さんキャラはねブレーキング空気なんでね。そうそうそう、あったっけブレーキング技って感じなんでね。そう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 、キャラはそしてライジングタックルがブレーキングできれば確かに、ね、あったから強かったような気がする。はい、ほんまにね、あのフリーマンもね、ジャックのフォビアかナイトメアがねブレーキングできればと思ったことが何度もありますね。ちょっとモービットエンジェルは当たらないんでね、あれは。モービットエンジェル弱すぎますからね。そうですね、また当たったとしてもみんな焦っててブレーキング入れてないことが多いんで、でブレーキングできたところでできるコンボ TT、TC からのヘルフルブラスとかぐらいしかないんで、実はあれしかもコンボ入れにくいんですよね。そうです、多分ね近距離に入らないと思いますよ、あれ。かなり C が限界かな、ちょっと走らないとダメなんですね。そうですね、本当に切ないです。とまあロックはまあ弱いです、残念です。残念ながら本当にねかっこいいんですけど ね、 そうですね、このゲームやっぱり、はい、あのリーチ差っていうのが結構アドバンテージになるんで、はい、リーチが短いキャラは軒並みきついです ね、 ですね。上位キャラはみんな牽制が強いんで、そうですね、上位キャラ本当に牽制が強いですけど、まあまあこれで残ったキャラは5キャラかな、まだ紹介してないのが、グラッド、カイン、ドンファ、そして、グリフォンマスク、グリーマン、マルコですね。あとマルコ忘れてはいけない、マルコ、マルコ忘れますねおっとそうですね、マルコが一番忘れやすい。デッドリーといい、もうちょっと優遇してあげても、いやでも潜在デッドリーレイプ十分強いでしょあれ。いや、あまり使うところがないと思いますね。シャインナックルがメインになってしまうんで、やっぱりシャインの方が時間停止距離大きいですからね。あー、そうですね、各班に刺すのは間違いなくシャインになってるので、はい、でゲージ点滅っていうのも真空投げからレーティングストームがすごく減る。そうですね、トップ中でしたらかなり減るので、実はね、その微妙な効果力コンボとか持ってるんですけどね。実は真空投げから POP 中にライジン、違うわ、シャインタックルを入れてライジングタックルで追撃すると大体 7,8 割は減るんで、はい、ワンチャン火力はないことはないんですね。だから昔僕が現役の時は最大火力が真空投げ、ブレーキング、ダッシュジャック、ハードエッジ、潜在シャインナックルからのライジングタックルで1割半ぐらい持っていけるんですが、まあまあな、指導が小判の投げなんで、はい、めちゃくちゃね、でもね、しかも今のコンボ、皆さんめちゃくちゃむずいんですよ。真空投げからのダッシュハードエッジ、持続最大最上段当てつのが。そうですね、画面端なら簡単ですけど、結構中央とかだとかなり難しいんで。実は俺、フリーマン使う前、ロック使ってたんですけど。あ、そうなんですか。はい、それだけ練習してましたけど、成功率は練習の段階でも1割あるかどうか。あー、ですね、それがね、ちゃんと極めてるプレイヤーが出てきたらまだ変わるかもしれないですけど、まあまあ
茨の道です。そうですね。さてじゃあ弱い方から紹介していきましょうか。残り出てないキャラ、まずはグリフォンマスク。どーん、正義の味方グリフォンマスクだとみたいな。悲しいですね、グリフォン出ましたね、悲しみのキャラ、はい、まあ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 冒頭でも解説いたしましたが、デカキャラ投げキャラ、まあまあデカキャラ投げキャラ基本的に格ゲーでは弱いです。そうですね、基本的に弱いのはまあまあ不明ですが、グリフォンマスクの何が弱いか、もう名乗しがたい。とりあえずね、このゲームにおける強いシステム、強い技というものを全て持っていません。例えばゼロフレ打撃、そうですね、例えば空中投げ、例えばブレーキング、例えば避け攻撃、全部ないです。例えばフェイントキャンセルからの連続技、ないですね、はい、その辺のまあまあこれ強いんじゃねっていう技を全部持っていません。そう、持っていません。持っているんじゃなくて持っていない。そうです、公務員は大体持ってます。ただグリフォンマスクは全部ありません。グリフォンマスクの何が強いかというと、通常技の牽制、そうですね、リーチの牽制と判定、リーチ牽制判定はまあまあ相当見るべきものがあるんですが、 そうですね、それ以外は何もないです。いや本当にそうです、ね、だってないでしょ。ないですね。あとはやっぱりあの前回の放送でも言ったんですけど、まあ近年、まあ、ちょっと前かな、見つかった投げ無敵仕込みですね。そうですね、これがかなりきつい投げ無敵仕込みのせいで、一撃一発ビッグホールグリフォンがなぜか確定しない。そう、なぜか確定しない、悲しすぎる。なぜか確定しないってひどいでしょ。ビッグホールだけじゃなくてジャスティスアリケーンすら確定しないことが多いんで。ジャスティスアリケーンが3フレでしたっけ、あれ。そうですね、3フレですね、はい、まあまあ駒投げとしては優秀な方だと思うんですが、まあとまあ確定しないと恵まれてません。あーフルコ素晴らしい。まあこれはさすがにきついかな。これはもうコパン一発アウトなんで、アポイのさらに拒否っていく、めぐり失敗。おおワンチャンないなー、コパンフィニッシュ。なるほど、はい、じゃあ次のキャラ、まあ、まあ下から行くとすれば次はフリーマンですね。来ましたね、来ましたね、フリーマン、まあ、まあ下級大好きフリーマン、メインキャラですね、はい、フリーマンもね持ってないですからね、はい、そうですね、フリーマンもそういうシステム的に強いと言われるほどあんまりないです。ゼロフレはない、空投げない、ブレーキングない、AQR、あ、よかったよかった、AQR ありますね、AQR ですよ、ゲージためあんまりない、ないなと、まあ、まあ、そんなキャラです。フリーマンも、そういう通常技牽制が非常に強力なキャラでして、まあ、遠距離 A、遠距離 C、2B、といった技は相当強力なんですが、まずゲージため能力に意外と難があって、無理やり必殺技を振っていくっていうのが、まあ、下級フリーマンのスタイルなんですが、それでも限界はある。前回はある、安定しないキャラですね、はい、結構ねそういうだから牽制合わせていく単発牽制でダメージ取りながら、その逆でまあそういう大きいのを狙っていくっていうスタイル、まあ、非常に俺は好きなんですが、あなかなかねうまくいくわけもなくっていったところです。まあまあまあ牽制能力はあるので、そういうサブキャラで使うには楽しいかな。そうですね、ただあれをメインでやろうとするとかなりハゲるキャラなんで、ですね、まあ、何よりも結構問題なのが暴発ですね、はい、間違いないです。フリーマン使い全員がみんな慣れてるのがそうだと思います。本当に暴発がきついです。結構その AC 同時押しや AB 同時押しとか対応するんで、あとはダッシュ波動系が漏れるとかよくあるんでね、悲しいです。まあまあジャッキャラの解説はあんまりいいでしょう。ちょっと持ってないとしか言いようがない、あいつらないんです、ないからしょうがない、ないとなしょう、なぜかシステムに優遇されないというのが大体ハイキャラなんで。そうです。さて、あちょうどできましたね、ドンファン、キム・ドンファン、はい、このカラーのドンファンもしやというコメントもありますけど、そうですね、この通り
この白いドファン、実は関東からの遠征勢です。おっと、早くも日月のために、関東関西入りした関西入りした、そうですね、中野で活躍してる田中くんのドファンですね。あ、なるほど、田中ドファン、まあなんか今公務員にしばかれましたけど。そうですね、しばかれしますしょうがない、そうですね、仕方ないです、仕方ない、まあまあまあ、立ち回らないと、どうしようもない。さて、まあ、名古屋さんもいることですし、ありますか、あ、そろそろ名古屋さん行ってよみたいな。確かに、はい、ドンパン見せてくる？お、じゃあちょっとやっていきますかね。はい、わかりました。じゃあ名古屋さんはドンパンを見せに行くということで。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。さて、じゃあドンパンの解説は僕が引き継ぎましょう。さて、キム兄弟の、天才花の兄貴キム・ドンファンです。ドンファンは、稼働初期はジェイ君よりもなんだ、火力も出ねえし、必殺技の使い勝手も悪いし、ゼロプレイで確定する技いっぱいあるし、弱えじゃんって言われてたんですが、今は、純強キャラ、まあ、強キャラ6のうちの1人に入っています。そうですね、そういう、稼働初期の下馬強を覆すことになった最大の要因というのは、ドンファンというキャラがこのゲームで唯一の空中ゼロプレイ超必殺技持ちという、それだけ、その要因につきます。下級さんもフリーマンに分からせにいて、すいません、分からされるだけなんで、今日はあの放送だけで勘弁してください。さて、ドンファンなんですが、空中ゼロフレ技、まあ、このゲーム唯一の空中ゼロフレ技という技を持っています。これがね、何が強いかと言いますと、まあ、先ほども申し上げました通り、このゲームジャンプ空中が非常に強いです。というのも、その空中ジャストディフェンスをとがめられる行動というのがほとんど存在しません。なので、空中にいることがまずはめちゃくちゃ強いんですよ。そしてジャンプで様子見しながら相手の隙にゼロフレ技スーパードンファン脚を叩き込むというスタイルが非常に安定します。まあ、そこが、そういう立ち回りをが確立されてから強化が固まったキャラですね。稼働から3年ぐらいした時ですかね。まあまあ、関東の吉光さんのプレースタイルが非常にこのキャラの強化を上げました。まあ、ゲージ依存は非常に激しく、ゲージため能力も乏しい、そんなキャラなんですが、そのスーパードンパーキャンという得意性を武器に空中様子見で戦っていくキャラです。まあ、他にはブレーキング対応技の空砂陣、この技がまた強力、空砂陣ブレーキングからのオルタマ砲脚が、まあ、リターンが取れるっていうのが強力だったり、あとこのゲームで少ない空投げ持ちキャラの一人だったりします。というわけなんで、まあまあまあ、地上とか牽制技もそこまで悪くないというキャラですので、なかなかプレイヤーの努力次第で全然上に行けるキャラなんじゃないでしょうか。こんな感じですね。三角飛びや、スーパージャンプといったジャンプ行動も多くなるので、立ち回り上へ逃げるという行動は豊富です。いや、ドンファンはね、非常に味のあるキャラなんで、どこが強いんやっていうところを気づけた時が非常に楽しいかなと思います。コメントいただいてまして、某大会のために関東から京都入りしてる人がいる、自分も前日には行けるはずですね。そうですね、日月のために早めにこの水曜日から頂点を合わせてきてくれるプレイヤーもいまして、非常にありがたいですね。まあ、つってもね、参加人数150名となると、まあそういう人も一人はいるかなっていう感じになりますね。ありがとうございます。さて、ドンファンの次ですが、まあ、一応下のキャラから解説するとなると、次はマルコですね。マルコなんたらさん、名前忘れた。本当にね、マルコというキャラ影が薄いんですよ。少なくとも関西ではあんまりね、使ってる人がいない、そんな印象があるキャラですね。さて、マルコ、極限流師範代です。まあまあ、リュウコの剣の、あの極限流の師範代というキャラ設定です。王剣、
ヒエイシン・ブーヤ、そして古法、あとは覇王昇降拳、龍虎乱舞といった、まあ、極限流の必殺技を持っているキャラですね。まあ、必殺技はそういう今までの龍虎の剣のキャラを踏襲したものになっていますが、通常技は、オリジナルのものが多く、まあ、発生の早いしゃがみジャックキック、連打キャンセルも効く、判定の強いジャックパンチ、連打キャンセルも効く、近距離 D、遠距離 E、近距離 C などなかなか使い勝手のいい通常技も揃っています。まあ、ジャンプ攻撃はそこまで、いや、先攻撃落ちないジャンプ D がなかなか優秀なんだ。あとはまあ後方剣のような牽制、後方のコンボを組み込める能力などなど、そっちのないパワーキャラとなってますね。あとはまあ移動剣当て身技の名前忘れたんですけどがあったりと、かなりね優秀な技は揃っているんですが、まあそんな優秀な技が揃っているだけではこのゲーム生きていけなくて、ホタルとまあ大体同じようなポジションのキャラとなっております。そうですね、ホタルに比べて、その切り返し能力や体力という面では優秀なんですが、空投げがないやゼロフェイとかも限定状況、ブレーキング技がまあ後方なんですが、なんだろう、一応投げが確定で入ってると、まあまあその投げ外すテクニックもあるんですが、とかそこまで目を見張るほどの性能を持っている技がない、まあまあよく言えばなんだろう、スタンダードハイスタンダードキャラ、悪く言えば器用貧乏といったキャラですね。こちらも使い手次第で化けるキャラなんじゃないですか。ただ技の引き出しという面ではホタルに比べて少ないという印象もありますので、なかなかね難しいところですね。さて、解説残りキャラは隠しキャラの2キャラぐらいですかね。ケビン、ケビンなんでケビン隠しだ、アガアガ、カイン、そしてグランドですね。まあまあまあ、カイン、どっちから行こうかな。グラントから解説していきましょうか。グラント、隠しキャラ1キャラ目、中ボスキャラグラントです。グラントの強力な点は、まあそのパワーですね。まずはリーチがドエで投げ、ジャンプ D、まあ、まずジャンプ D ですね、あのキャラ。そして大足、5番ジャンプ B、まあ、その辺の小技に関してもリーチがとにかく長い、そういう、まあ、牽制能力、殴り合いの能力では、まあ、全キャラですね、でしょう。で、そこから生み出される5番確認からの円月輪、魔人円月輪、ゼロプレ技ですね、の確認でダメージを取っていくキャラです。ただ、まあ、そういう牽制技は強いんですが、ゲージダメ能力には多少難がありまして、そういうブレーキング技の勝利以外に気軽に触れる必殺はない。貫けっていう突進技もあるんですが、ジャットディベースからガキャ確定と、まあまあそういう現役勢同士の対決では気軽に触れる技ではないといった印象もあります。まあまあ良くも悪くもそういうゴーの剣のゴーですね、なキャラですね。まあまあまあ、牽制能力が高い、安定しやすい、そういう5番から円月輪とかの技で安定しやすいというところもあり、なかなかそういう準強キャラにつながるキャラなんですが、そこまでなんだろう、他の準強キャラたちに比べると壊れてるわけではないといったイメージです。ただし、昇竜拳から派生のでしたっけ、斜め下に落ちる流星キックみたいなのがあるんですが、これで、自分画面端にいても逆の画面端まで逃げることが可能です。このね、昇竜を使った逃げ能力、逃げに徹すると一部のキャラでは一生触れない、まあまあ具体的に言うとグリフォンマスクやフリーマンでは一生触れずに終わってしまうので、そういう逃げ能力を最大限使いこなすと下位キャラはすごい勢いで悶絶しますほんまにね絶望です。あれは
体力リードして相手の TOP を切ってこっちが TOP を保つというのが勝利のための前提条件だったりするんで、まあまあしんどいです。下のキャラには相当強いです。さてネクストラストですね、カイン、はい、まあまあまあガローマーコブーズのボスキャラカインです。カインさんの強いところはね、もう一言につきますね、シュワルツランツェという下ため上のサマーソルトキック技です。発生が早く無敵が長い、ブレーキング対応ガードさせて有利、全体が短い、まあね格ゲー史上における相当高いレベルでの出し毒技です。ガードさえさせれば有利な無敵サマーなんで、まあマジで出し毒ですね。かといって空振っても全体フレームも30フレーム以内、うん、1秒間に2回以上は出せるんで、あの技30フレーム以内ですね。なんでまあまあこのシュワルツランで格ゲー史上まれに見るほどの出し毒技をメインに戦っているキャラです。でそのシュワルツランで、ね、溜めたゲージをイブリッジメーレという球、まあ、ボールが出るんですけど、それの連続ガード連携からガードクラッシュという、まあ、直接リターンが取れるような状況で入っていくことができる、そういういい感じのデザインに仕上がっております。シュワルツランテにつきますね。あとはね、まあジャンプ攻撃が多少強いとかいう点はあるんですが、まあ、基本がハメキャラなだけにどこまで小回りがつくわけでもありません。ハメキャラなんで、まあダッシュしからそのまま攻撃が出ないとか、いつでも連続技が最大取れるわけでもないとかあるんですが、そういうところまあ差し引いてもシュワルツランテこちらの技が強い、本当に強いです。まあそういうシュワルツランテの性能を含む方に相手を蹂躙していくキャラがカインです。準強キャラ、まあまあ最強に並べてもいいんじゃねえかって言われてるぐらいですが、コマーリが効かないというのはね、他の最上位キャラに比べて非常に弱点となっておりまして、そこがやはり最上位に並ぶには難しいところではないでしょう。ただまあまあまあ見た目のハメ度はまあこちらケビンさんのいい勝負です。見た目のハメ度、ひどい言い方ですがケビンさんといい勝負ですね。グランドさん、きついキャラなのになんで体力高いんや。それはね、デカキャラだからです。体力少ないデカキャラとかそうそういないっしょ。まあ、最近でいうとセスとかいますけど、ダロー屈指のバッキャラ、あ確かにね相当ですね。ほんまにね、あのヘルローターキャンセルぐらいのバグっぽさは漂ってますね。カインさん、ケビンも大概ですからね。でもあーでも上手いな現役勢、さすがオパンヘルトラップジャストするなんて朝飯前みたいな。でその背中蹴りをちゃんとジャストディフェンスしてヘルトラップ出すのも朝飯前、これがね今の現役ガロー勢のうまさです。結構ねジャストディフェンスから雑技入れるのって難しいんですよ、コマンドによるんですが結構難しいです。まあまあ例えばフリーマンはあの VOD という最も発生の早い必殺技が竜巻コマンドなので、そういう直前ガードしながら直前ガードを仕込みながらコマンド入れるのはかなり簡単なんですが、波動や昇竜に関してはやはり難しくなってます。まあまあコマンドの入れ方としては勝利の場合は昇竜入れてから後ろ入れて、まあまあ念のためほっぺん斜め下入れてボタンとか、波動の場合は波動入れてから後ろ、もしくは後ろから気合で波動を回すのどっちかになってますが、やはりそこは結構練習しないとできないという感じにはなってますね。
まあそんな感じでキャラ情勢としては最強キャラは3キャラ、ジェニー、バックスペから無敵のバックスペから必殺技が出るジェニー、そして全キャラ最強のゼロプレイ持ちガトー、永久連続ガード、全キャラ最強のゲージダメケビ、これが最強3キャラです。いや言ってるだけでおかしいよなこれそして純最強の3キャラが唯一の空中ゼロプレイ持ちドンファン、牽制はパワーだのグラント、そして、ガロー屈指のバーキャラガフラとシュワルツランツェのカイン、この3キャラが純最強、そして下三弱がロック、クリーマ、クリフォンマスで、残りはだいたい中間層、中堅キャラといった感じです。まあ、3キャラもねかなり寄ってないんですが、その中堅キャラ相手にはいい勝負を挑めるのでなかなか楽しめます。ただね上6キャラと対抗するにはちょっとあまりにもパワー不足というのがね悲しいところです。さて、だいたい8時54分1時間ぐらい喋ってまいりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。下級のグダグダラジオ第5回は日月精神直前後第5回マクボールウルゾンとなっております。今日もなんかたくさんのご視聴いただいているようで本当に皆様ありがとうございます。日月精神4月29日迫っておりますが、まあまあ皆様会場でお待ちしております。おそらく配信もできることになると思いますので、当日社長には行けないよ残念だよという皆様は配信の方でご覧ください。マジでね楽しみですね。日月精神阿長の全フロアが大会スペースと貸す久々のね超大規模大会となっております。まあまあ当日はダイヤロ多くのゲームの稼働を止めさせていただきまして、どれや大会スペースどんみたいな感じで行わせていただきます。まあまあ屈指の人気ゲームであるエクストリームバーサスブルーブーストやメシカクロスアイブ、まあ、ブレイブルー、ピーフォーニュー、ストコーなどに関しては3階での稼働となりますのでよろしくお願いいたします。いやそれにしても現役プレイヤーのジャストディフェンスのことが本当に高いですね。ほれほれしちゃう。このジャストディフェンスというシステムがやはりガローマークオブルフ基本であり根幹となっておりますので、このガードコードをいかに使いこなすかというところに注目していただきたいんですね。そうそうね簡単に連続で取れるボールでないので、ね、直線ガードと違って、連続ガード中に一度ジャストディフェンスに失敗すると次のジャストディフェンスは、連続ガードが途切れるまではできないという仕様になってます。なのでそこのところも相まって連続ジャストディフェンスというのは難しくなってます。いやもう様子見で OK といったことが最後先攻撃だいたいね、まあ、9時過ぎぐらいに芸人さんに来てもらって前夜祭のご案内や宣伝などをしてもらいたいんですが、芸人さん来ねえかな。芸人さんそうですね、ゲイシーさんってね、まあまあ視聴者の中だけではなくガロー勢の方の中でもご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあまあガローマークオブウルフで発売されて13年ほどですが、まあ阿長の中でのガローマークオブウルフの歩みにいたしましては4段階ぐらいの段階を経ております。まあ最初の段階は稼働初期はまあ、僕や今の店長が実はガローマークオブルでやっておりまして、よし大会とかやろうぜとかなっていた、そんな時期ですね。当時は KC さん来てますか。当時はその大阪勢のプレイヤーでも強いプレイヤーが多くて、まあまあ僕ら京都勢は毎夜大阪に向かってはなんやろ涙を枕に濡らすみたいな日々でした。それが大体稼働してから1年くらい
で、まあ、第二世代がその後、そういう他のそういうあのトッププレイヤーが他のゲームに移った後、ガローデンとして残っている世代ですね。雨森さんとかがその世代になります。まあまあ、アジオではガローはまあ僕も非常に盛り上げてやっていたプレイヤーですので、そういう大会とかも開きやすくて、その頃の大会はそういう雨森さんとかが出てくださったという時期ですね。で、3つ目の世代がまあまあうちの店に、AKR というスタッフがいたんですが、 AKR がこのガローに大幅にいたしまして、こういう関西の兵庫のプレイヤー、大阪のプレイヤーや関東を遠征したりなどなどして、いろいろと交流を深めていた。だいたい 5,6 年ぐらい前になるんですかね、がまあまあ第3世代。そして第4世代と僕がまあ申し上げるのが、まあまあ芸人さんですね。はい、その芸人さんが阿長に出したのが 2,3 年ぐらい前なんですが、芸人さんが一生一人をしてなかったら、こんだけ阿長でまた画廊の大会できたかどうかは分かんないですね。いやどうでしょう。でもね、ほんまにね、一生ね、ゲシーさんがね、あの4スロ台に座って画廊を選んでやってるのを俺見てきてますからね。はい、で、そんなゲシーさんに放送席に来ていただきました。どうぞ。わー、パチ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 。はい、というわけで現在、今晩は中で一番画廊熱い男、ゲシーさんです。僕全然熱くないですけどね。どうもどうも、よろしくお願いします。はい、芸人さんに来ていただいたのはあれですね、前夜祭のご案内。そうなんですよ、前夜祭のご案内させてもらっていいですか。はい、まあまあ、いや今回日月精神の前夜祭とかどうすんねんっていう話が出た時に、ではプレイヤーのみんなでやってもらおうというところでいろいろ手を挙げていただいたわけですが、そこで画廊の取りまとめ役になっていただいたのが、まあ、こちら芸人さんでございます。はい、どうも。なんかプレッシャーめっちゃ与えてますけど、うん、何言ったらいいんですかね。いや、こちらは別に時間とあと景色やなどなど、こんな感じですね。あ、わかりました。じゃあ日月前夜祭の方なんですけど、日にちが28日の土曜日ですね。日月当日の前日に、19時からここ阿長でやります。はい、はい、ガローマンボールが19時開始予定となっております。はい、まず予定というのはなんでして、まあ、もちろん日月精神3タイトルの大会です。ガローマーコブーツで月下の天使スピーカーからチリエット花、そして休発の大会なんですが、当日に月下の天使の前夜祭も、5時からでしたっけ。そうです、5時からですね、月下が。はい、午後5時から行うんですが、そちらの月下の天使の大会が終わり次第の開始となります。まあ大体終了予定時刻が19時となっておりますので、そうですね、それからガローの方の大会を行うという感じになります。はい、で参加費は無料なんで、どんどん参加してもらったらと思います。はい、参加費無料です。はい、でもって、景色は、景色はちょっといろいろね、地方の方が多く来られるんでね、いろんな交流を持ってもらおうという意味も含めまして、ランダムのチーム戦にしたいと思います。なるほど、ランダムのチーム戦ですな。はい、相方がだいたい9時に決まるランダムチーム戦。そうです、それでやろうと思ってまして、あれですね、2オンか3オンを考えてるんですけど、それはちょっと前夜祭どれだけの人が来るかっていうのが全然把握できないので、この当日参加者の人数を見てからちょっと2オンか3オンの方は決めたいと思います。はい、まあというわけでランダム2オンないし3オンという形ですね。はい、そうです、それでお願いします。はい、さてまとめましょう。というわけで、日月精神前夜祭ガローマーコブルーブズ部門4月28日土曜日、午後7時予定となっております。まあまあ遠征の方で、前日から京都に来れる方はまあまあまあ来ていただけますとはかどりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲシーさん、当日の運営はゲシーさんがメインで行うことになりますので、はい、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。まあ今日軽くなんかそのいろいろ喋ったりもしたわけなんですが。そうですね、それとね、はい、日月当日に阿長閉店後12時半からですね、画廊勢の打ち上げを直屋が予定してます。ほう、あ、それちょっと直屋さん、また来てもらわないとダメですよ。それはちょっとまた後で直屋の方から
言ってもらいましょうか。わ、はい、かりました。9時半までには来てもらうように言っといてください。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。そうです、あ、そんな感じです。打ち上げ行けー、マジ行けー。来れないんですか。いや、さすがにね、あの片付けが、まあ、そう、そうですね、あの民族大移動みたいな感じで筐体がぐわーっと、ね、そうですよ、この数の筐体動かすんですもんね。はい、まあ全部動かすんですが、まあまあ多分朝5時ぐらいに終わるんで5時だったら、まあ、まだ待ってますわ。そうですね、2次会ぐらいは。そういうね、はい、あの大会の打ち上げ大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい、ぜひぜひ来ていただいたらと思います。はい、なんでまあゴールデンウィーク後ではまた他のタイトルの大会もやりますが、日月精神が4月29日後半戦で月光大輝、ギルティード5を、そしてブレイブルド3を、ランダムストーンズでやるんですが、打ち上げなどやる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ下級にもお知らせください。いきます。はい、はい、お願いします。はい、でね、水曜いつもこうやって対戦会みたいなやらせてもらってるんですけどね、はい、もし画廊日月とかを見てやりたいって方がおられましたら、水曜日阿長に来ていただいたらね、そうですね、僕が優しく教えてあげます。ジェシーさんの優しく教えてあげます。いただきました。ああ、はい、僕に教えてもらってもね、あんま上手くならないと思うんですけどね。いやいやいや、周りになんかいい人ばかりなんでね、声かけてもらえたら上手くなってきたプレイヤーなんで、それは全然大丈夫でしょう。僕もまだまだなんでね、まあまあまあ、それでもそんな最初の頃ぐらいは全然、そうですね、はい、成長著しいと言いますか、なんと言いますか、そう、これはね、やっぱりずっと何やろう、見ていっているんで。そうですよね、そうですね、そうなんで、今ずっとやってきたプレイヤーが上手くなってきているのは、まあ違いなくてやってたら上達するゲームですね、うん、そうですね、でややこしいシステムとかもあんまりないですしね、触りやすいと思うんですけど、ぜひですね、まあまあ両芸なのは僕も間違いなくご紹介いたしますので、うん、興味ある方はぜひ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 もらいたい。はい、まあ、そんなこんなでケイシーさんの、前夜祭宣伝でした。はい、どうも、もう一度まとめますが、4月28日午後7時から予定でガローマーコブーズの前夜祭が開催します。月下の検診におきましては午後5時開始予定となっておりますので、どちらも出たいよという人はお早めにお越しください。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで検診さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やべ、ファイナルラウンド、ファイト。まあそんな感じで今日は放送席にカメラもあったりして、これこんな感じのゲイシーさん、いつもの帽子をかぶってるゲイシーさんみたいな感じでした。いや本当こうやってね、そうやって、まあ、だからその第4世代というか2年ぐらい前からそういうゲイシーさんがちょっと画廊を一人でやってたんですが、まあ、まあそういうのを見ながら、あ、じゃあまた画廊大会とかできるんじゃねっていう感じで大会とかやらせてもらったりして、でもって日月精神とか最初のやつがあったりして、それからいろんなプレイヤーが集まってきて、水曜日後で大会やろうぜっていう感じになったりして、と非常にねいい感じで画廊周りの環境が回ってるんですよ。最初のきっかけを作ってくれたのは、まあ、俺はゲイシーさんじゃないかなと思うんですが、非常にありがたいですね。まあそんなこんなで画廊マゴルブで、本当にね、結構ね、だから僕自身も思い入れあるタイトルですね。月下2ガロー、そうなんですよ、僕その頃はあの格闘系のゲームじゃなくて SNK 系のゲームをどっちかというとやってたんですよ。まあ、どっちもやってたんですが、そういうバーサスゲームじゃなくてヴァンパイア、 KOF じゃなくて月下の剣士、ちょっとねどっちかというとマイナータイトル側をやってたプレイヤーなんですよね。なんで日月精神はこのゲームを、特にね月下の剣士シリーズは僕が一番最初に格ゲーをやり込み出した、なんやろ、神とかに書いて研究とかキャラ台とかやり出した際、非常に思い入れ深いです。もちろんガローもロック、フリーマンとめっちゃ研究したキャラ、そういうタイトルの大会がこの年になって150人集まるというのは非常に感慨深いですね。
はい、さてそんなこんなで午後9時を超えておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。下級のグダグダラジオ第5回ガロマーコブルームズ日月エース直前後、まあまああれよあれよといろいろ解説してる解説や宣伝してる間に残り1時間弱となってきます。まあマジで日月エースはその阿長の大会の中でも屈指の阿長の歴史の中でも屈指の大規模大会になりますので、屈指の大会となりますのでぜひぜひお越しいただきたいですね。あーダブルバスターブルヘかっこいいんだよあのダブルバスターが。そうですね、いやー楽しみや、戦々恐々とかいて楽しみにも呼ぶ。まあまあしばらくはじゃあ画面の方を見ながら喋っていきましょうか。雨漏りテリー、雨漏りか雨漏りか迷うところなんだが俺は雨漏りって呼んでるんですよね。いやまあ雨漏りさんにいいか。雨漏りどっちでもいいです。多分そして雨漏りテリーに対して次のチャレンジャーは一体どうなるか。多分今おそらく直哉さんが大体入ろうとしたときにちょっと飲み会の宣伝とかやってほしいっていう話だから行ってきたらっていう話があって、そういう前後のつながりがありながら入っていくのが、あーケビンだった。これは苦しい。さて雨漏り受難の時、結構ねそういう立ち回りが苦しいキャラに対しては POP は前列に配置することが多いです。というのも立ち回りが苦しいということはダメージソースがかけるということなので、先にダメージを取ってあとは逃げるといった何やろ、まあ、言い方変ですけどこすい戦い方で勝っていくしかないというところがあるので、前列配置しといてあとは削り切るもしくは逃げ重視で戦うという考え方が割と大事だったりします。なんで多分立ち回りきついキャラ相手には TOP 前列配置というのはセオリーだと思うんですが、まあ第1ラウンドちょっと試合が壊れてしまいましたね。おやボタンでも効かなかったか。どうやらボタントラブルの模様ですね。なぜか前に進み続ける雨漏りデリー、なことないのか、なことないのか、試合になんのか、ボタントラブというわけでもないようだ。1ラウンドくれてやると言ったことが。まあまあまあ今日は放送席の模様がカメラで映ってるんですが、ライバルでなかなか遠かったりするんで状況がよくつかめません。そういうところが大事。そして第3ラウンドバーサーウッド、画面端やっとテリータイム通した。あーでも射程攻撃で割ったところ何も出なくて命拾いワコン。だから射程攻撃を誘う壊し、いつでも行くよと見せかけて射程攻撃を先端で潰す壊し、多分ねあれパワーウェーブ仕込んでると思うんですけど、そういう中間距離の立ち回りですね。足振りおっとミス、よし押し返したい。なかなかねこのゲームね簡単にランインが返らない、それも苦しいところですね。おっとボッテチャージが最後当たらず、おっもっと盛りに行く。バスターウルフもちゃんと出る。いいなあの C チャージを合わせに行く、持ってくな。ジャンプ B からとりあえず削って一人を維持、投げは抜ける。あー危ないところ、コパン当てていくか。あの位置にいること自体が危ないですからね。抜ける、相手が飛んでいたら下を抜ける、そんなパワーチャージ。ダンクダンク、ゲージがやっと溜まった。きつい、いやー二択になってる。でもダッシュビングをもちろんこれで TOP が切れて画面足、画
我慢する、雨漏り我慢、うわー、ナイスダンクからのパスタウル、ゲージも溜まる、当てれればいける、うわマジか、反発ガーキャンパワーダンクからのバスタウル、さすがやな、始まりがきつくてもプレイヤーの創意工夫とシステムの使用によって覆せるいい試合でしたね。さて、ナオヤンさんに来ていただきました。はい、打ち上げの宣伝に宣伝をしていただきましょう。すみません、ですね、日月精神の打ち上げ、ガロ MOW の打ち上げなんですけどね、今日まで参加を受け付けています。今日まで参加受け付け、今日の、23時59分まで、はい、23時59分まで、そうですね、エントリーは自分のブログがあるんで、はいはいはい、なんか適当にナオヤン、ブログとかで検索していただいたら出ると思うんですけど、エントリーはナオヤンブログで行っております。そうですね、あのもう新規でも動画勢でも誰でもいいんで、はい、お待ちしております。お待ちしております。まあ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 、一緒になよ、日月どうなんやろ、いろんなところで宣伝していろんな言ってもらいたいんで、そうですね、まあまあまあ、ツイッターとかでも拡散していただけるといいかなと思います。そうですね、で、ですね、タイムスケジュールがその代わりかなりデススケジュールになっておりまして、ほう、阿長閉店後から始発までの間で飲み会を行います。おお、素晴らしい。つまりですね、僕のようにあの僕3科目今回3タイトルとも出るんですけど、はい、だと朝の、大体10時ぐらいから阿長にいるので、はいはいはい、大体それからずっと夜まで行ってそこから飲み会なんで、かなり体力を消耗すると思うんで、いや、いけるでしょう。僕そういう飲み会よくやりますけど、まあね、いつか行ってマジ行って閉店までこうのじ合いをして、そこから閉店後集合、ね、反省会兼打ち上げをやろうかと思っておりますので、はい、というわけでガロー勢の皆様はぜひぜひ参加していただけるといいかなと思います。今で確かエントリーがもうすでに45人、なかなか多いので、でも全然 OK なんで、マジか、はい、やっぱりね、大人数の伸び会ってね、面白いんでね、面白いですね、本当に。まあ、じゃあ僕も何やろ、運よく4時ぐらいに終わったらお待ちしてます、ダッシュで行きたいと思います、はい、そんな感じで、ガローマーク・オブ・グルーブズの、打ち上げ、一撃精神打ち上げについてですが、ナオヤンブログ、ナオヤンさんのブログで行っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。それだけです。ではありがとうございました。はい、ありがとうございます。さて、ナオヤンさんも直前ということで、の時代結構負けてるんで調整してきますみたいな感じで台の方に戻ってきはりました。まあ、阿長では、日月精神前になる3月、いや、2月ぐらいから、なぜか画廊がチェンジャー台で3台動いておりまして、こういう人が集まるときでも3台稼働できるよという環境になってますね。まあ、多分今は3台とも動いている雰囲気なんですが、いやー、本当に大規模大会の前のこの緊張感っていう感じですね。遠征ももう来ていただいてますし、非常に高乗っております。ボンファー VS ペリーですね。ボンファーの強いところはそういう様子見からダメージが取れるっていうところなんですが、あのバックジャンプですね、あのバックジャンプにスーパードーファンキャが仕込んである。だから下手な飛びや下手な空振りをするとゼロオフで、あ、うまいが飛んでくるんですが、お、ナオヤンブログこちらですね。あ、ありがとうございます。これはちょっと貼り付けそのままにしておきましょう。はい、ガロー勢の皆様、日月精神来られる方はぜひぜひこちらの方チェックしてみてください。ありがとうございます。しかしやはりドンファンというキャラのね、強いところはね、本当にね、分かりにくい。おっと、同キャラ、ドンファン同キャラ、これじゃないのかな、おやおや、違った説、違ったのかな、新しいタブで開いてみると、名古屋違いか、名古屋違いっぽいぞ、違いっぽいですね、間違えましたね。
ということで削除しておきます。これを勝ったら両元、あ、これ思い出しました。勝ったら両元、名古屋に、こちらですね。はい、改めまして URL、まあ、こっちの方を貼っていきます。はい、ただし名古屋ブログはこちら、こちらですね。打ち上げの、ご案内がトピックの最初に出てるので参照していただけたらいいかなと思います。潜在スーパードーファーキャットとか久々に見たね。潜在スーパードーファーキャット、まあ同じゼロフレですが、スーパードーファーキャット、あのゲージ2本あったら連続技で2回入るんで、潜在で使うことはめったにありません。そういう殺し切りの時以外はないですね。さて、ただいまお時間が9時18分ぐらいですが、ここからね、あのグダグダラジオのスーパーグダグダタイムですね。いつも後半の1時間残り30分ぐらいは常にグダグダするんですが、ここからいきましょう。はい、皆様、お便りのコーナーです。お便りのコーナーって何やんねんって話なんですけど、まあ、簡単に言いますと、今回のタイトルであるガローマーコブールズや、日月精神に関してのご質問、グダグダラジオそのものに関してのご質問、下級コーチに対しての質問、ラブコール、僕などなどをコメント欄の方でいただきまして、それを僕が拾って喋っていこうという、まあそんなコーナーです。コーナーなのかそれ。というグダグダラジオのグダグダお便りコーナーなんですが、何かいろいろコメントをいただきますとはかどりますので、皆様、はい、こちらのコメント欄に何か質問などがありましたらお寄せください。あとですね、各級のグダグダラジオでは、配信対戦会のタイトルを募集しております。僕がやってるこんなタイトル、ちょっと対戦会でやってみませんか、やりませんか、やりましょうよというご案内、お知らせ、ご要望いつでも受け付けておりますので、そういうお気軽にハッシュタグ下級のグダグダラジオをつけてつぶやいていただきますとはかどります。よろしくお願いいたします。そうなんですよね、今回からグダグダラジオもウォールペーパーの方が変わりまして、下級のグダグダラジオのロゴこのロゴの、まあまあちょっとした壁紙の方をつけての配信になってますが、下級のグダグダラジオでそういうお便りやご質問ご要望など随時います。つかそういう何かがないと、あの死んでしまいますので、はい、コメントやタイトルのご要望ぜひぜひお寄せください。お願いいたします。本当にお願いいたします。結構ね、水面下ではやってほしいよというタイトルもあったりするんですが、そうたくさん出てくるわけではないんで、まあ何かありましたらお願いいたします。あー、来ましたね、クルタ人間の王様宝脚、素晴らしい。 KOF13 の新作は入れないみたいですね。そうですね、今のところちょっと KOF13 クライマックスステージですかの入荷予定は今のところちょっとございません、はい、KOF ファンの皆様においては申し訳ないんですが、また何か巡り合わせがあったらぜひ導入したいと思いますので、はい、続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。そして13ね、難しいですね、やっていただきたいタイトルなんですが、なかなか難しい点がございまして、難しいです。そうですね、新作のお話題でもしましょうか、コメント来るまで。ドア町ではドローパチ最大王女入荷させていただきました。まあまあ京都にはなんか次長店とかなんかラゴアにもあったりして、結構入ったみたいで、シューティング銃の皆様においては、お、京都に住んでてよかったってなってる、そんな今日この頃と聞きますが、はい、警部の盾衆最新作、ドドンパチ最大王女入荷させていただいております。最大王女ね、あれね、何がひどいってね、まあ、いつも通り、青と緑と赤、C タイプ、青のワイドショット、緑のワインダーショット、赤の前方集中と分かれてるんですけど、まず今回搭乗者が女の子で、青い女の子、緑の女の子、赤い女の子がいるんですよ。そこまではまあわかるじゃないですか。
こまではいいじゃないですか。まあ、ケープ最近なんか持ってるなって、どんどん振ってるなっていう感じなのは分かるじゃないですか。そこまではいいんです、いいんですよ。ただね、あのドドッパチって言ったら、そのまあ、もう一個システムあったじゃないですか。 A タイプ、 B タイプ、 C タイプとかにレーザー強化、ショット強化、そして大王城からあるあのエキスパート強化、 両方強化ね、あるじゃないですか。それがね、なんとね、何で決めるかっていうと、あれなんですよ、この女の子がその戦闘服か私服か、そしてエキスパートの服がね、水着なんですよ。意味わかんないでしょ。ショット強化、制服、ショット強化が制服、レーザー強化が、私服でもって、エキスパート強化水着なんですよ。意味がわからへん。どうしてこうなった、もっとやれ、ゲームいいぞみたいな感じで、もうびっくりしてるんですけど、まだワンクレも入れてないんですけど、まあ、そのうちやることは確定ですね。最大王子、まあ、そんな感じで、シューティングも目いっぱい浮き出る時代がやってまいりました。ドドッパチ最大王女課長で交渉稼働中です。ぜひぜひ遊びに来てください。お便りいただいてますね。入荷するゲームはどうやって決めるの？まあ、入荷するゲームにおきましては、上司がいろいろと、なんだろう、電磁計画を立てまして、その中でのその中でいろいろ決めてます。まあいろいろ、まあ大人の事情ってやつなんでしょう。おそらく入れる入れないに関しましては難しいです。そうですね、そんな強化されてもやれ、まさにそんな感じですね。でもシューティングの内容自体はケープということで、信頼と実績のケープ立て集なんで、あとはそういうシューティングの付加価値をどのように高めるかっていうことじゃないですか。そこで戦闘機の私服水着っすよ。さすがにこれはケープ来たね、やってきたね、やりよったねってなりましたね。そういう方向性で最近ね、ケープ攻めてきてますけど、まあ悪くないと思います。いいぞ、むしろもっとやれっていうスタイルですね、僕は。まあ、内容自体はドドンパチっていうか、ケープ盾集集大成という形になっているので、安心して楽しめると思います。いやー、やる感覚で歩き壊しですね。今の格ゲーにおいて、そういう 2D 格ゲーにおいて基本的な崩し、歩いてきて投げを匂わせて壊し、歩き壊し、まあ、ガローマーコブルーズも崩しの1要素としてオーソドックスに使われますね。さあ、確定、落ちた、これはやらかした。容器は切れたけど、なんでわからん。ゲージなしの立ち回りはどうかどうキャラ非常にしょっぱいね。お互いですね。さっきゲージ名古屋たまったけど、お互い痛めて空投げ、次でー、あー確定、おっと当たっていない、待ってワンチャンあるが、あー空投げ、素晴らしい。お便りいただいてますね。昼がよい。昼がよい、確かにね。確かにドドンパチと言ったらそれですからね、昼がよい。お便りいただいてますね。格闘維新2012とかやりますか？昔行かせてもらってすごい楽しかったです。そうですね、格闘維新、格闘維新とは、まあ、麻生が昔々行った、大規模格闘ゲームの大会です。まあ、宮古メッセのワンフロアを借りて行った格闘維新、そしてまあ3、4年前に 3年前かに維新外伝ギルティガイギルデックスランバト7周年記念っていうのでやってます。まあ、今回の日月精神はその維新概念と同規模同レベルの大会となっております。超大規模大会となっております。格闘維新ですね、まあ僕らの希望としてはまたやりたいなーっていうのはあるんですが、やっぱりそちらも各種大人の事情が絡んでくる事情となっておりますので、僕らとしてはまたやりたいですが、なかなか難しいですね。まあ日月精神はそういう店舗大会としては最大級規模になりますので、いろいろ雰囲気を味わっていただけたらいいかなと思います。101につきましてはまたやりたいです。
やれるように頑張ってま、頑張ります頑張りますって感じですね。あと石井か、あれからもう何年でしょうね。いやー年取るわけですわ、ほんまなかなかです。でまた玉森さんが入ってきてますね。この小足の置き方とかたまりませんね。クラックシューズとか振るしかねえっていう感じの振り方してますからね。ここでリーチの短さがねボロに出るんですよ。ペリーは小足が短いんで相当きついです。あ、持っていった、掘りに行く、でも脱出。本当にねスーパードーバー客のおかげでジャンプが非常に強いんで、キブはああいうジャンプで飛び越し、ジャストディフェンス仕込みながらジャンプで飛び越して、さらにスーパードーバー客を仕込む、こういった様子見がめちゃくちゃ強いです。さてお便り、お便りというかコメントいろいろ募集させていただいております。何かそういう画廊や一撃精神や下級やこの配信そのものアチョウに関してのことなどなどありましたらコメントいただけますといろいろはかどります。やっぱねこういう結構ね俺だからそういう見ていただいてる方と一緒に配信を作るって非常に好きなんですよね。そういうみんなでなんかやるというか、なんで恥ずかしからずコメントしてくれていいのよみたいな感じですね。まあ各級のグダグダラジオもやっと5回までたどり着きましたが、これからもまた皆様のご愛顧いただきたいですね。いろんな楽しいことやっていきたいんですが、まあ、そういうこういうことできないですかっていうそういうご意見はでもお待ちしております。はい、ハッシュタグをつけてつぶやいていただいたらいつも拾ってますんで、ぜひぜひなんかそういう思いつきや何かありましたらハッシュタグをつけていただけると幸いです。また第2回からグダグダラジオの方はユーストリームの録画もさせていただいておりますので、そういうの見ながらの感想や、うわ雨漏りすげー、雨漏りすげー、雨漏り超すげー、バスタウス出てるみたいなことをちょっと各級のグダグダラジオハッグつけてつぶやいてもらえるとはかどりますのでよろしくお願いいたします。まだまだね、その各級のグダグダラジオタグが定着してねえじゃんって言われたりもするので、なんとかね、はかどらせていきたいですね。最近の各級個人のゲーム事情はと申しますと、ゲーセンではメイン B4U で、まあ、時々ブレイブルー、お家ではまあブレイブルーしてるって感じですね。まあですよね、最近はフェルスのメインでゲームやってる感じです。まあまあ CO キャラはそういうなんだろう、打撃キャラのカンジさんを使ってるんですが、あのねカンジというキャラがね、俺は個人的にはドエルエツエーと思うんですけど、どうなんでしょうね、いまいちねその逆切れ腕とか二択振りとかで、ね、正当な強化をされてないキャラじゃねえかなと思うんですが、ちょっと悲しいですね。そんな感じで着々と ESR はまだ低いながらも仕上げていく予定ですので、まったりと仕上げていきたいですね。まああとはブレイブルーはまったりと次のスリーオンやランダムツーオンズ、そしておそらく来るべきであろう次のブルーレボにつけてまったりと仕上げていきたいですね。この間ネット対戦やったら、なんだろう、関東を代表する二大白米と当たりまして、ローキャラやってたんですが、やっとね、やっと彼らのそういう立ち回りや読み合いについていけるや、かぶせていけるようにやっとなったかなっていう、そんなレベルですけどな。まあまあまあ、プレイブルーはゆっくりまったりぼちぼちとやっていきたいかなという感じです。まあ、つってもね、なんだろう、コメントがなくてさ苦しいなこれ何の話をしたらいいんだろう。え、え、なにこれ、
なんやろ、格ゲーとかそういう何魔法用の話とかしちゃうよ、しちゃうよそんなレベルなんですが、大丈夫か、大丈夫なるか、微妙ですね。いきなりね、いきなりそんな魔法用話とかいきなりやりだしたらあれなんで、貴重なんですが、あとはね、なんだろう、ゴールデンウィークの大会のご案内を改めてやりますね。というわけで、4月29日日曜日、いやー今週末となりましたよ、日月精神第3幕、ごめんなさい、第3章トータルエクリプスオブ SN、 タイトルは SNK のオールドタイトル、ザ・キングオブ・ファイターズ98、結果の名人代表作、月下花地優香、そしてガロー・マーク・オブ・ウルフの3タイトルとなっております。まあアジョの全フロアを使っての、はい、非常にでかい大会となっておりますので、近郊の方はぜひぜひ遊びに来てください。予選突破した時のカキエの泣き顔かっこよかったよ、いやーめっちゃやり込んでましたからね、はい、ゼッペや屈指のやり込みを見せていたカキエさんなので、さすがに予選通過の時の考えはひとしおでしたね。まあまあ1回戦で負けましたけどほんまに5-5、あー1カロスリーを休み取りたかった、まあ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 、ランダム2号でお待ちしております。さて、ゴールデンウィークの大会の案内ですが、5月3日は、メルティブラザーズ・ウェスアゲイン、カレットボード波長カップ5-5月光祭金となっております。今はメルブラの5-5、ゴールデンウィークの5-5月光祭金、今年で3回目かな、第3回となっておりまして、こちらも200人以上のプレイヤーが集まる、まあ、メールブラの一大イベントとなっております。結構ねメルティブラッドも割となんだろうね、かなりの両芸なんですが、両芸っていうことでそんなにあの伝えにくいタイトルですので、来ていただいてメールブラのいいところたくさん伝えたいですね、はい。さてお便りいただきますね。最近いろいろな新作格闘ゲーム始めてですけど、ブレイブルーだけアーケードで一勝もできない、向いてないのかな。まあね、ブレイブルーはあの結構ねシリーズ現在まあまあまあ通算で3作目ぐらいっていうこともあったり、キャラクターの個性が多くて、そういうわからん殺しが非常に多かったりするので、ある程度やらないとわからん殺しだけで負けちゃうところが多いかなというのは思います。ただまあやってくるとそういうシステムとか知識とかで勝てるゲームですので、やればやるほどまあこちらも強くなれるゲームだと思います。まあまあそういうシリーズ3作目という点と、まあまあまあ知識ゲーなので知識でちょっと差をつけられてるぜっていうところで、まあ、最初は勝ちにくいゲームじゃないかなと思います。なんかまあやっていたら勝てるようになるゲームであるのは間違いないので、そこのところは、まあ、僕が保証します、はい、日本で一番白面使っている男が保証いたします。そしてその代わり5月6日のランダム2オンで休み取ったお待ちしております。はい、まあ、そんなこんなで、ゴールデンウィークの大会案内戻りますが、5月3日、よく5月4日ですが、ギルティケイグデキスアクセントが 5-5、泉杯となりました。まあ、こちらもゴールデンウィークの 5-5、去年同様開催いたします。まあ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 、ギルティ勢の、なんだろう、同窓会みたいな形になりますが、ぜひぜひ、ギルティ勢の皆様、遊びに来てください。でもね、アクセントコアででかい大会できるのも多分これが最後になるんじゃないかなって、ワンチャンこれか、もしくは今年の秋の10周年、ギルティギアイグデックスランキングバトル10周年記念祭が多分今バージョンアクセントコアのバージョンでできる最後のでかい大会になるんじゃないかなと思いますので、よかったら、まあ、ギルティ勢の皆さんにはギルタにはみんなに遊びに来てもらいたいかなと思います。いやー 5-5 どっちも楽しみですね、ほんとアチョの残るランバトタイトル。そして5月5日
5月5日が、ブレイブルーポンジャブシフトセカンド関西ラーンバート2周年記念、5月5日 3on3 大会、5月6日に、レディース大会並びにランダム 2on2 大会と、まあ、この2つ大会を2日年間行います。まあ、ゴールデンウィークに、2周年記念が来たので2日使っちゃいました。5月5日、5月3日は、アークシステムワークスさんの方が、特殊称号をいただけることになりました。5月5日、5月6日に、筐体でネシカを使ってゲームを遊ぶだけで波長勢という特殊称号をゲットできます。5月5日の 3on3 優勝していただくとナンバーと2周年覇者という、称号、そして参加者称号として5月5日5月6日に遊んでいただくと阿長勢という特殊称号をゲットできます。結構ね、そういう特殊称号をゲットできるという機会なかなかないので、まあたくさんの人にこちらも遊びに来てほしいですね。ブレブルーなんやろ、ブレブ終わって攻撃なくてね、割とモチベーション下がってる人も多いとは思うんですが、まあここからゴールデンウィークからまたモチベーション上げていってもらえたらなという感じですね。ぜひぜひ、はい、そうですね、次からはアクセントカープラスか、アクセントカープラスね、まあ毎回自分のやってる格ゲーがバージョン上がるってなると、期待と不安がないまでの気持ちになりますが、いやアクセントカープラスちゃんとした内容になってるといいですね。まさかね、そのまたアクセントコアに戻らなきゃみたいな感じにならないことを祈りますけどね。ほんとね、そのまあ最近はね、その格ゲーも危ない要素があったらオンラインアップデートでなんとかなるみたいな、そういう危ない仕様とか危ない内容とかになってないことを本当に祈りますね。全部言わせんなよ、恥ずかしいからな。そんなこんなでゴールデンウィークは格ゲー中の皆様に楽しめる内容となっておなると思います。まあまあ今年も大会盛りだくさんでゴールデンウィーク課長を行ってまいりますので、皆様お待ちしております。まあそんな感じですね。さてただいま時間が9時40分となってまいりました。ブルラジでも近々イベント告知するみたいなのがあったから楽しみ。確かにブルラジの方でもなんかイベント告知するよみたいなのありましたね。いやブレイブルーまだまだこれからどうなるか盛り上げていきたいですね。アクセントコアプラスには期待と不安が詰まってますね。そうですね、アクセントコアプラス本当にね、ちゃんと調整してくれたら何も言いません。なんかその家庭用のベタ移植でないことだけを祈る。家庭用のベタ移植でないことだけを祈りますね。ほんまにベタ移植のくせに処理落ちだけするとかね、そういうのは変わってますね。いや本当期待と不安が入り混じってます。ということで、そんなこんなで各局グダグダラジオ残り20分ほどとなっているんですが、次回タイトルですね、はい、来週のタイトルについて、まあまあすでにツイッターなどでは告知させていただいておりますが、来週のタイトル5月6日はストリートファイター03。いやまたオールドタイトル来ましたね。来週のタイトルはストリートファイター03となっております。まあまあ後では、イベントスタッフのヒロ君が03のランバートをずっと精力的に行ってきて早10年となっておりますが、次回のタイトルはそのストリートファイター03をお知らせいたします。まあまあ格闘ゲーの中でも有数の地上戦ゲーであるストリートファイター03の魅力を余すことに伝えてまいりますので、そういうオールドゲームがお好みのあなた、古き良きカプコンゲー見てみたい方、そういうエイパとか大好きな方は来週こちらチャンネルアチョーライブでお会いいたしましょう。お便りいただいてますね。サードオンラインエディションがプレステ2のベタ移植で悶絶した。いやベタで移植しちゃったか。プレステ2版ででもそんなに
未熟度悪くないんじゃなかったでしたっけ、なんか問題ありましたっけ、そこまでダメじゃないという印象だったんですが、サードというゲームがそういうラグとかそういうものに弱くてどうしようもないっていうのを聞いてますが、エントリー150人になりましたね。そうですね、はい、ガローマーコブルームズエントリー150人となりました。運営といたしましてはね、なんだろう、今からね、戦々恐々ですけどはい、担当のハヤト君が150人になってもんだ、どうしようどうしよう、人数集まるのはいいけどこれだけ運営できますかねって感じで、非常に非常になんやろコンフュージョンしてましたけど、まあ、そこは百戦錬磨の阿長ですから大丈夫です、これぐらいのエントリー問題ないみたいな感じで対処しました。はい、参加される皆様におきましては、まあまあ大船に乗ったつもりでぜひぜひテープまでお越しください。150人ぐらい大丈夫です。ひどいドヤ顔やった今150人ぐらい大丈夫キリみたいな、そんなドヤ顔ですけど、ひどいひどいまあまあそんな感じで150人と本当にねたくさんのエントリーありがとうございます。一撃精神ぜひお越しください。お便りいただきましたね。フェイトなら家庭用のペタ移植でいいと思います。あーはい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 、フェイトはね、どうせやったらまあね、フェイトアンリミテッドコードエディショナルゼロみたいな感じでゼロキャラも加えてのゲームしてもらえた方がいいかなと思いますね。システム周りはね非常によくできているゲームなので、ちょっといじるだけでいい格ゲーができるかなと思うんですが、いやフェイトゼロ出ねえかな。答えをいただきましたね。ユッと駒投げに補正がかからない現役時発動されたもんですね。そらそらあかんあかんってなりますね。ネットネジはい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 ってなりますね。それは確かにまずい、ちゃんと直せよありがとうございます。そういう問題点がありましたか。150人くらい大丈夫って言えるところがさすが長という気がする。余裕ですね。まあまあ余裕ですよはい、はっきり言いますと余裕というわけではないです。ただ150人の運営はちゃんとやります。これぐらいならまあ許容範囲ではないですし、いつものことです。今の見た画面、ビンゴ全ジャストから大パワーチャージの大大大バトルフ惚れるやばいやばい、全世界の雨漏りさんファンが今みんな濡れた。あーでもでもケビンでもケビンだった小判からの小間投げ、ちょっとやばかったら確かにその通りですけど、いやーきついケビン強え。おっとカイン出てきた。 この赤いカインは まさかいやーいろいろネタがあるんですよ長い間生きていたらさてそんなこんなで時間の方が9時45分になりましたね。まあ本日の放送も残り15分ですが、ハゲた、うん、あれはハゲますね。5番からのね、あ、これ絶対ね、ヘルトラップや5番5番があるんで、ジャスト仕込むか、下げ攻撃こすってるか、どっちかなんですよ。それがまあ、どっちも駒投げに勝てない。駒投げに勝とうと思ったら、上入れるか、枠捨てするか、フレーム分かんないですけど、まあまあ、最初コアがこするしかないんですが。まあそのバックステはもちろん下段のヘルトラップも負けますし、上入れっぱも同じって感じなんで、まあどうしようもないですね。読み合うには苦しすぎでって感じです。
という感じで残り13分ほどですが、まあまあ特にねもうおしゃべることもなくなってきました。あとはねまあまあ来週はストリートファイター03となっております。ストリートファイター03か楽しみやな。なんかヒロさんが関西中のプレイヤー集めて やりますよみたいな感じになってるんで、そういうカプコン系好きな皆様はぜひぜひご覧いただけるとはかどると思います。まあ、そんなこんなで下級のグダグダラジオ、アプリコットの片隅で放送しているといろいろと見に来てくださってる方も多くて非常にね心温まりますね。なんや普段から奴隷で遊びに来てくれてるプレイヤーが冷やかしに来たり応援に来たりとか、なんだたまたま来てくれた人が見に来てくれたり写真撮ってったりとかねしていただけるんですよ。なんやったらカメラ目線とか上げてもいいのよみたいな。はい、ありがとうございます。というわけで今写真とか撮っていただいたりしたんですが、第1回マーコブルのラジオで過去のライブにないんですが、すいません、第1回はあれちょっとあの録画環境がまだいまいち整ってなくて、第1回は過去のライブにないんですよ。申し訳ないです。ちょっとこれから結番みたいな形になります。申し訳ないです。ミユさんがカプコンゲーする印象がないのですが何かしてますか。一応ね、まあまあまあパッピーレベルでサードとか、あとやっぱり一般人レベルでストフォーとか多少ガチャガチャできるレベルではやってますね。ただあとはヴァンパイアハンターやヴァンパイア初代ハンターセーバーは結構やりました。ただただあれです、あのそこまでそんなやり込めてるとか全国クラスっていうわけではないですね。ヴァンパイアはねまあまあ現役時代は相当やり込んでたんでいろいろ喋れることもあったりするんですが、プレイヤーレベルとしてはまあ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 雑魚ですね。サードやストフォーに関しては言わずもがらです。触れるといい。さてさて残り10分ほどですね。なんかコメントをいただけると他のルーンですがなんかないなんかございませんか。ヴァンパイアセーバー誰使ってんの。あーそういうコメントいただきましたね。セーバーでの僕のメインキャラはガロンです。初代ヴァンパイアでフェリシアガロン使って、ハンターの頃も最終的にはメインガロン、サブキャラでフェリシアとコモモさんで使ってました。まあ、セーバーはずっとガロン1本ぐらいメインやってたかなという感じですね。まあガロンはまあまあまあ格ゲー獣の皆様ではご存知の通りセーバーの中でもかなりの上位キャラでして、まあまあ取ったキャラはこれは正解したかなって感じです。カキューさんが青キープ持ってるフェイト悪い格好名忘れてました。うわーてへてへろ。そうです、フェイトアンリミテッドコードは販売カプコンですね。そうです、その通りです。アーチャー使ってます。アーチャーフェイトアンリミテッドコードの投撃でアーチャーで決勝進出したのはカキューだけ。つまりカキューは全員アーチャーだった。いやーそういうのもありましたね。まあね、フェイトも死ぬほどやり込みましたからね。本当に懐かしいですね、あの時代も。お、雨森さん来ていただきましたね。はい、お疲れ様です。ケビンは辛い。ケビンは無理、無理ではない。まあまだシステムが強いだけに。あれ、壊しにパワーウェーブ仕込まなくていいんですか。出ない。あー、でも今日は雨森さんなんとかバスターウルフも出てるようで。はい、放送席に雨森さんに来てもらいました。わー、パチパチパチ。わー、帰れ、俺あ、これはランキさんのデリーですね。はい、なるほど。ランキさんも最近だいぶ上手くなってきたんで、
これからのこう未来を担うテリー使い、テリーボカル使いですね。そうですね、テリー使いといったら本当にね、雨森さんガッていてみたいな感じな印象ありましたけど、ね、でも今回の日越精神はなんか14人ぐらい、14人か15人ぐらいいるらしいんで、マジで10分の1じゃないですか。で、びっくりしました。なんか上から3番目らしいです。マジっすか。はい、雨森テリーの布教活動の回がありました。いやどうかわかんないですそれは僕の布教かわかんないですけど、ほらほらほらみんな来てますやん、キャー雨森さんってなってますやん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、お、マジさんガーキャンなくなってる。問題はそのテリー15人に比べてフリーマンが何人いたんだろうというところですね。3人だったフリーマン3人で3人かよーって。全国3人のフリーマン使い、あの下級が応援するので頑張ってください。はい、頑張ってください。さっきこう何気にケミンさんがヘルキャンから参加ガンガンでやってました。めっちゃかっこよかったっすね、あれ、今年は雨森さんの開幕バーンナックルペイントは健在するんですか。まあその時は気分で気分でそうですね、雨森さんといったらもう開幕バーンナックルして相手が知るか自分が知るかっていうね、お約束がありますよね。はい、頼む、ジャストしないでくれ。おお、あーもったいない。テリー意外と多いですよね。でも、はい、カキューさんフリーマン2人とかだけど、まあ今しょうがないし、はい、弱いんで。そうですね、なんかコードっていう強みが少ないですね。さて、雨森ちゃんは来ていただきましたし、まあまあ放送時間も残りわずかとなっておりますので、はい、ここはちょっとね、僕カキュー一押しのプレイヤー雨森テリーに日月精神の抱負を、はい、ちょっと喋ってもらいましょうか。抱負ですか。まあ、はい、今度前回前々回と3位だったんで ね、まあ、やはり2位目指すなんて言ったらもうダメなんで、はい、もちろん目指すは優勝ですね。目指すは優勝、はい、おー強くいただきました、はい、今でも期待してますので、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後、まあまあまあ放送ラストまで2人で、はい、まあ、そうですね、ぐらぐら喋っていきましょうか、はい、さっきはこうね、名古屋の時はちょっとまあ若干人が少なかったんで、はい、おい、お前対戦しに来いよと呼びに来ましたけど今ちょっと回ってますしですね。まあまあ残り時間5分となりましたが、そう、このこんなでこのフラスケットも盛り上がると思います。そうですね、今年がまあ多分一番盛り上がると思うので、盛り上がってほしいですね。もちろん150人ですからね。多いですね。初めてちゃいます、こんだけが大会で人来るの初めてですよ、絶対絶対初めてでしょ。150は聞いたことない、聞いたことないですね、はい、まあ、3桁でも多分ないのに。ないです。150か、はい、第1回の70何人でもびっくりしてたくらいなのに、その倍ですからね。ねえ、ほんとすごいですわ。本当にありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。いやー、やっぱりね、雨森さんはそういう稼働初期から稼働やってるわけですから。そうですね、まあ稼働初期なのかな、僕2003年ぐらいなんで、ちょい後ぐらい、ちょい後ぐらいですね。サムゼロやりつつも稼働を始めたみたいな感じで。なるほど。いやー、やっぱりでも雨森さんのデリーはね、花があるんで。花ありますかね、こう。いや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 、ちょっと気になるんですよ、こうピーダーとか言って、あーみたいなあー打ち上がったぞテリーモカードがみたいな感じなんですけどね。ほらほら、コメントの方でも雨森さんのテリーには期待してますとか、はい、やろうと言ったらテリーだから日月最終章はテリーに優勝してほしいとか、ほらほら、雨森さんと聞いてとか来てますよ。あ、まあでもガロー言ったらね、テリーには確かそうなんですけど、 MOW ではロックなんでね。そうですね、そうですね。いやー、まあでもロックはあれがあれなんで、ちょっとでも可能性のあるテリー、はい、期待したいですな。はい、でまあ、正直今回はね、本当誰が優勝してもおかしくないみたいな感じがありますんで、はい、もしかしたら僕もコロッと負けてしまうかもしれませんしねまあそうならないようにしたいところですけど、はい、本当にね、あとはもうバスターウルフですね、はいはい、そうです、バスターウルフ、これ入ります。これ出してこうテンション上げていかないとね、立ち回りにもだんだん影響していきますねって感じですね、はい。まあまあ実はね、雨森さんのね、テリーのね、画像がね、オープニングムービーにも結構使われてましたね。あ、そうなんですかこれちょっとだけネタバレしますけど、はい、いやー、今年の日月のオープニングムービーかっこよく仕上がりましたので、あ、はい、はい、まあ会に怒られる方や多分ね、大会終わってから公開されることにはなるかもしれないんですけど、はい、会に怒られる方はまあまあぜひぜひ盛り上がっていただけたらいいなと。そうですね、もう今回はなんか開会式から盛り上がるらしいんでね、みんな開会式からね、はい、アチョに詰めかけてほしいですね。ですね、はい、まあまあまあ、リニューフリティ、まあまあ、みんなで、ね、楽しんでいきましょう、日月精神、ね、楽しみましょう、はい、という感じで、まあまあ
残り3分くらいとなっておりますが、最後は軽くコメント拾いながらいつも通り終わっていこうと思います。そうですね、バスターウルフが出ない不具合があるとも聞いたんですが、もうね、早くバスターウルフボタンがね欲しいですね。うるせえバカ。ダンクボタンはいらないんでバスターウルフボタンが欲しいです。いや、そんなん言ったら俺もフルブラストボタン欲しいですよ。欲しいですね、ほんまに。ブラスト出れへんだもん。ほんと8人ちゃんときっちり全部仕込めれたら強いと思います、本当に。はい、まあその後どうするかがフリーマンの課題だと思いますけどもね。ただまあその中遠距離の立ち回りは割とレアキャラっていうこともあって、他のキャラメッシュ増えるんで、そこをなんとかしてるかですね。そうですね、分かってきたら、ね、あの名古屋さんとかにはもう何もできないんですけど。嬉しいですね。ああもう透かし投げで死んでいく俺がいるみたいな。わかりないです。わかります、はい、やりたいですね。まあ、ロは、はい、週末は阿長の実現を楽しみにしますが、お待ちしております。お待ちしております。はい、いいコメントいただきましたね。本当本当嬉しいですね。はい、おしゃべりお任せしますよ。お願いしますよ。え、はい、もうキャーチクリーンさんですけど、あ、本当、あ、本当はチクリーンさんだ。本当はチクリーンさん、頑張ってください。はい、京都に癒されに来てください。はい。ってな感じですね。まあ、そんなこんなで、今日の配置は残り2分となっておりますが、まあ、ぶっちゃけまあ日月精神、まあ、一区切りつくこの3タイトルでありますけど、あとではまあまあ敬礼で画廊と喧嘩の大会はまったりとやっていく予定となっておりますので、ありがとうございます。はい、これからまた日月精神を見て画廊や喧嘩や休発を始めましたというプレイヤーの方にも遊んでいける環境を作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、そんな感じでお時間となりました。まあ今日も3時間グダグダと駆け抜けてきたわけですが、はい、次回第6回ではストリートファイター03の配信とさせていただきます。それでは皆様、日月精神、そして来週またお会いいたしましょう。本日もたくさんのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだい？シャッフレイ！ランザンティ！